宇宙の戦士、ロバート、A、ハインライン。1。さあ来い、モンキーヤロードも。人間一度は死ぬもんだ。1918年、戦場における無名可視感の言葉。俺は、いつだって、効果の前になると、あのシ震えがやってくる。もちろん、注射も予防催眠も受けてはいるが、そうかといって、本当に、俺が恐怖を覚えなくて済むというわけではない。 管に乗っている精神科医は、俺が眠っている間に、脳波を調べ、馬鹿げた質問をし、その後で、それは恐怖でも何でもない。ただ、流行り立った清い系馬馬馬馬が、出走の前に震えているみたいなもんだという。本当にそうなのかどうか、俺にはわからない。俺は、競馬馬になったことなどないんだから。だが、事実、俺は、その度に、心心心そこから怖くなるんだ。 降下30分前、ロジャー・ヤングの降下室に集合すると、小隊長は、とっくりトーレたちを調べた。彼は臨時小隊長だった。というのは、ラスチャック将尉が、この前の降下で戦死されたからだ。彼の本当の階級は小隊軍曹、ジェラル軍曹だ。ジェリーは、プロキシマ系、イスカンダー星出身のフィントルコ人で、どこか、その辺のサラリーマンみたいな、色の浅黒いコードコだが、俺は、 一度、こいつのすごいところを見たことがある。奴は、背伸びをしなければ、手の届かないほど大きい乱暴者の兵隊二人をひっつかみ、そいつらの頭をココナツみたいに鉢合わせさせ、倒れる二人から、すかさず飛びのいたもんだ。非番の時の彼は、悪くない。可視官として肌。彼に面と向かって、ジェリーと呼びかけたっていいんだ。もちろん新兵ではダメだが、 少なくとも戦闘効果をやったことがあるものなら、誰でもだ。だが、今、ジェリーは勤務中だ。俺たちは、皆、自分の武装を調べ。おい、貴様たち、自分の命に関わることなんだぞ、という調子だ。招待軍装代理は、俺たちの天候を取った後、もう一度注意深く調べ、その後を、今度はジェリーが、その何者をも見逃さない目玉で、 じろじろトーレたちを調べ直した。彼は、俺の前にいる男のところで止まり、そいつのベルトのボタンを押して、健康状態を示すメーターを見た。でろ。でも、軍曹、ただの風なんです。軍医は、ジェリーは、それを遮り、鋭い声で言った。何が、でも軍曹だ。軍医は、自分で降下するわけじゃない。お前もだ。一度半も、 熱があるくせに何を抜かす。効果直前に、お前とくだらい話をしている暇はないんだ。でろ。ジェンキンスは、がっかりして、いまいましそうに、俺たちから離れた。俺の方も、胸くそが悪かった。というのは、少尉が、この前の降下で戦死した後、みんなじんぐりに上がっていったから、今日の効果となると、俺が、第二分隊の分隊長補佐をやるという割れ目になっていたんだ。 それなのに、今、文体に穴が一つ開き、それを埋める方法はないときた。こいつはうまくない。誰かが窮地に落ち込み、助けを呼んでみたところで、助けに来てくれる者は誰もいないということを意味しているんだ。ジェリーは、その他誰も、振るい落とさなかった。やがて、彼は、俺たちの前に進み出ると、俺たちを眺め回し、悲しそうに首を振ってうなった。 なんという、モンキーヤロードもばかりだ。貴様らが、皆、この効果であの良いきにでもなれば、はじめからやり直しで、少尉殿が欲しがっておられたような、まともな兵隊が揃うかもしれん。だが、ダメだろう、近頃入ってくるようなやつではな。彼は、突然胸を張るとわめき出した。よく覚えておくんだぞ、このモンキーヤロードも。貴様たち一人一人に、政府は、 50万ドル以上もの金をかけているんだ。兵器、被服、弾薬、装備、訓練。それに、貴様たちが腹いっぱい食い上がる分まで含めるとな。そこへ、貴様たち賞味の値打ち30セントを加えると、こいつは相当な金額だ。ジェリーは俺たちを睨みつけた。だから、きっと返納するんだぞ。貴様らは死んじまってもいいが。 貴様らが着ている、その最新流行服不安心スーツをなくすわけにはいかないんだ。俺は、こんな大白物物を着た英雄なんか、一人も欲しくない。商意殿だってそうだろう。貴様たちには、するべき仕事がある。貴様らは降下し、それをやり遂げ、集合音がよく聞こえるように、耳の穴をかっぽじっておき、迅速に、全員がイン引き上げ上げ、地点へメンツ、らを揃えるんだ。わかったか 彼はまた睨みつけた。貴様たちは、この作戦を知っているはずだ。しかし、中には、催眠暗示もかからんような奴もいるだろうから、俺がもう一度説明しておく。お前らは、二千メートルの間隔をあけて、二つの地平線を作るように降下させられる。地面に着いたらすぐ、遮死や兵へ、荷物物を見つける間に、貴様らの位置を知らせるんだ。両隣の戦友の位置と距離もだぞ。 それだけで、もう10秒は無駄になっちまうだろう。だから、両側守が降りてくるまで、手当たり次第にぶち壊せ。ジェリーは、俺のことを言っているんだ。俺は分隊長補佐として、隣には、誰もいない最左翼に降りるんだから。俺は震え始めた。両側守が降りてきたら、列を正し、感覚を等しくするんだ。それまでやっていたことをやめ、それだけをやれ。12秒だ。 それから、偶数番号も奇数番号も、分隊長補佐の命令により、エる飛びで前進する。彼は俺を睨んだ。怪しいもんだが、これをちゃんとやり終えられたら、集合音によって、両側守るが連絡を取る。それで引き上げた。質問は質問はなかった。そんなものがあった試たしはない。ジェリーは続けた。もう一言、今度のは、ただの奇襲で。 戦争というほどのもんじゃない。火力と恐怖をぶちまけてやるデモンストレーションだ。俺たちの使命は敵に思い知らせることにある奴らの都市を壊滅させることはできるが、やらないだけだとな。大爆撃をやられたら、最後、大変なことになると悟らせるんだ。捕虜は捕まえるな。やむを得ない場合の他は殺すな。だが、俺たちの降下する地域は、全部、完全に破壊する。 お前たちろくでなしの一人といえ、ども、爆弾を使い残して戻ってきたりするな。わかったか彼は、時計をちらりと見た。ラスチャックグレンタイラフネズクスは、頑張りの効くことで評判だ。小江殿は、亡くなられるとき、貴様らを、これからもずっと見守っている。そのことを貴様らに伝えておけと、俺に言われた、貴様たちが、正体の名を輝かせることを期待しておられるんだ。 ジェリーは、第一分隊長ミリアッチオ軍曹の方を見た。従軍牧師に5分間だ。何人かが列から離れて、ミリアッチオの前へ行き、ひざまずいた。海教と、キリスト教徒、グノーシス教徒、ユダヤ教徒、新人している宗教は何だっていい。戦闘効果の前に言葉をかけて欲しいもの,のために、彼は存在しているんだ。昔の軍隊では、従軍牧師が、 他の連中と一緒に戦ったりしない規則になっていたということを聞いたことがあるが、そんなことが、一体どうしてできたものか、わけがわからない。つまり、自分ではやりたくないことに、従軍牧師が祝福を与えたりできたのだろうか、という意味だ。いずれにしても、機動歩兵では、全員が降下し全員が戦闘する。牧師もコックも初期も、全員だ。俺たちが発射管を出たが、最後、後に、 もう、ラスチャックグレンタインは、残っていないのだ。もちろんジェンキンスを除いての話だが、それは奴の罪ではない。俺は行かなかった。そんなことをしようもんなら、誰かに震えているのを悟られるだろうと、いつも心配だったんだ。それに、従軍牧師は、その場所からだって、そばにいるのと、同じように俺を祝福できるはずだからだ。だが、奴は、最後の敗山兵が立ち上がると、 俺のところへやってきて、他の者のに聞こえぬように、自分のヘルメットを俺のに押し付けて低い声で言った。ジョニー、お前が歌詞館として行こうかするのは、これが最初だったな。ええ。俺は、本当の歌詞館じゃなかった。ジェリーが本当の士官ではなかったのと同じだ。これだけを覚えておけ、ジョニー。手柄を立てようなどと思うな。自分のすることは、わかっているな。それだけをやるんだ。 勲章をもらおうなんて思うなよ。え、ありがとう、奥師さん。そんなことはやりません。奴は、静かに、何事か俺の知らない言葉で付け加え、俺の肩を叩くと、自分の分隊へ急いで戻った。気をつけ。ジェリーは叫び、俺たち全部は、パッと、不動の姿勢を取った。正体。ミリアッチオ軍曹とジョンソン軍曹が、こだまするように怒鳴る。 分体。左限分体、右限分体に分かれ、降下用意。分体。カプセル位置につけ。半。四番と五半の連中がカプセルに入って発射管の方へ移動していく。間待っていると、いよいよ、俺のカプセルが左限のトラックに現れ、俺はそれに乗り込んだ。いの木場に乗り込んだ大昔の連中も同じように震えたのだろうか それとも、これは俺だけなのだろうかジェリーは、みんながみつる自由浜点されるのを調べ、俺の時は自分で重点してくれた。そうしながら、彼は、俺に鏡込んでいった。ヘマをするなよ、ショニー。こいつは、ただの訓練みたいなもんだぞ。頭の上が締められ、俺は一人ぼっちになった。ただの訓練みたいなもんだぞ、か。だが、俺は、どうしようもないほど震え始めた。 それから、俺のイヤホンに、中央発射管に入っている、ジェリーの声が聞こえてきた。ブリッジへ。ラスチャックグレンタイ、降下用意よろし。17秒前よ、少尉。艦長が、ほがらかなコントラルトの声で答えるのが聞こえ。俺は、彼女が、ジェリーのことを、少尉と呼んだことに腹を立てた。勝利殿は戦死されたんだし、そのうちジェリーが任官するかもしれないが、 まだ、俺たちは、ラスチャックグレン隊のままなんだ。彼女は付け加えた。頑張ってね、皆さん。ありがとう、艦長。用意しろ。あと5秒だ。俺は、体中ベルトでくくられていた。腹も額も両足も。だが、俺は、それまでよりもひどく、震え始めた。発射された後の方が、まだましだ。それまでは、加速のため、 まるでミイラみたいにぐるぐる巻きにされ、ろくに呼吸もできないまま、真っ暗闇に座ったきりだ。それに、出来もしないことだが、たとえヘルメットを外すことができたとしても、己が入れられているカプセルの中には窒素しか入っていないとわかっているんだ。また、そのカプセルは、とにもかくにも、発射管にすっぽりと入れられており、発射される前に船が被弾でもしようもんなら、お祈りなどはめく暇もあらばこそ、 身動き一つできないまま、情けない格好で即死するだけだと知りながらなんだ。例の震えがやってくるのは、この暗闇の中での、いつ終わるとも知れない大気のせいだ。みんな、俺のことを忘れちまったんじゃないかガンは、もう弾丸にやられ、壊れちまって、ぐるぐる周りをやらかしているのじゃないかそのうち、俺も、身動きできないまま窒息して、ガンと同じ運命をたどるのではなかろうかそれとも、 衝突軌道クラス死ゆオービットに入って、それなりの運命となるのか、それとも、落下途中で焼き殺されるのかやがて、感が減速するショックが体に伝わり、俺の震えは止まった。8ギガか、ひょっとしたら10ギガぐらいか。女のパイロットが操縦するとなると、宇宙船というものは、全く乗り心地が悪くなる。ベルトで締め付けられたところは、どこもかしこも打撲症になるものと覚悟しておくことだ。 わかっている、わかっている、男より、女の方が、腕のいいパイロットになるってことぐらいは、俺も知っている。女の方が反射動作が速く、加速重力に耐える力も強い。惑星へ侵入するときも脱出するときも、男より敏速だから、船の連中だけでなく乗せてもらう俺たちの方だって、やられる危険は、それだけ少なくなる。しかし、だからといって、 元の体重の10倍もの重さで背骨を押し付けられるのは愉快なことではない。だが、デラドリア艦長の腕が確かなことは認めないわけにはいかない。ひとたび原則が終わると、ロジャー・ヤングは、もう、ビリットも動かなくなった。すかさず、彼女の命令する声が聞こえた。中央発射管、発射。続けざまに、二つ、ジェリーと招待軍装代理が発信するショックがあった。 間発を入れずに、次の命令が響く。左右両舷発射管、連続発射。残りの俺たちも発射され始めた。ドスン。俺のカプセルが、一つ分だけ前へ弾き出される。ドスン。また、一つ。まるで、昔の自動小銃の薬室へ弾丸が送り込まれるような具合だ。そう、まさにその通りだ。ただ、重心に相当するのは、 兵員輸送宇宙艦に取り付けられた発射艦で弾丸に相当するのは完全武装した歩兵をやっと一人入れられる大きさのカプセルだというだけの違いだ。ドスン。俺は三番目に出るのに慣れていた。早々と出るわけだ。ところが、今度はテイルエンドチャーリー、つまり三個半全部出た後で俺の番だ。カプセルは毎秒一個ずつ発射されているのだが、それでも待つ時間は長い。 俺は、ドスンという音を数えようとした。ドスン。十二、ドスン。十三、ドスン。十四、音がちょっと変わっていたから、多分ジェンキンスの乗るはずだった空っぽのやつだろう。ドスン。そして、ガチャン。俺の番だ。俺のカプセルは、発射管の中へ叩き込まれる。ズズズズーン。 艦長の制動原則など、恋人同士のさすり、愛ぐらいに感じさせるような爆発のショック。そして突然の無。全く何にもなしの無だ。音もなく、圧力もなく、重力もない。暗黒の中を漂う、自由落下。まだ見たこともない惑星の地表をめがけて、無重力で、大気圏外を、おそらくは30マイルにもわたって落ちていく。だが、俺はもう、震えてはいない。 神経に応えるのは発射前の待機なのだ。ひとたび発射されてしまえば、もう苦痛はない。たとえ、何かが具合悪く言ったところで、自分が死ぬのだなということは、ほとんど気づく暇もないほど迅速に起こるだろうからだ。発射直後にカプセルが旋回し動揺するのを感じた。それから、自分の体重が、皆背中へ回ってしまったような気分で、確実に、死体死体と落下していく、カプセルが、 希薄な大気圏上層部における最大速度に近づくにつれて、重力はみるみるうちに回復し始め、やがて目的の星における重力だと教えられていた0.87ギガを取り戻した。本当に芸術家的手腕のパイロットなら、俺たちの艦長はまさにその一人だった。カプセルの発射速度を目的の惑星のその高度における時点速度とうまく早々殺せさえするように、 のの侵入や原則をやをってくれるのだ。中身を積んだカプセルは重い。そいつらは、ほとんど吹き流されることなく、上層大気の高く薄い風の中を突っ切っていく。だがその一方、正体は高下途中で分散し、発射時の完全な変態の型を少し乱すことになっている。下手くそなパイロットは、この事態をことさらに悪化させてしまう。打ち出した連中を、やたらと、あちらこちらにばらまいてしまい。 そのため、集合地点にまとまることが難しくなるばかりか、任務の遂行さえおぼつかなくなってしまうのだ。軌道歩兵というものは、誰か他の奴らの手で、うまく働き場所に運んでもらって、初めて戦闘を行うことができるのだ。ある意味では、パイロットは、俺たちと同じぐらい重要な存在なのだ。俺のカプセルが大気圏に突入した時の反動の柔らかさから、艦長は、俺たちを、 ほとんど方向のぶれなく、文句のつけようもないほど、見事に降下させてくれたことが分かった。俺は、嬉しくなった。というのは、変態が崩れずに着陸できて、時間を無駄にしなくて済むだけでなく、手際よく降下させてくれるパイロットは、引き上げの時にも、手違いなく、正確に艦を発着させてくれるものだからだ。第一外角が燃え始め、まず、その一部が、というのは、 カプセルがぐらついたからだが、剥離した。それから、残りが分離して、カプセルは、また垂直になった。第二外角の振動制御装置が働き始めたが、乗り心地はますます悪くなった。制御装置が少しずつ消失してゆき、第二外角が粉々になってゆくにつれ、乗り心地はさらに悪くなった。しかし、カプセル効果兵がどうにか生きながらえて、軍人恩給をもらう身分になれるのは、こうして、 カプセルが、外側から順番に剥離して、落下速度を緩めてくれるだけでなく、空一面に飛散した破片が、敵のレーダーを撹乱し、どれが人間の入っているカプセルなのか、爆弾なのか、それとも外角の破片なのか、わからなくしてくれるおかげだ。それは、弾道計算機をノイローゼにするほどのものであり。事実、そうしてしまうのだ。その上、ガンは、俺たちが降下するすぐ後から、 たくさんの疑似カプセルをばらまく。外角が剥離するなどという面倒なことがないので、本物のカプセルよりも早く落下する疑似カプセルだ。そいつらは、俺たちの下に達すると爆発して、窓を開けてくれるし、自動偵察装置や多方向ロケット、その他いろいろなことをし始め、地上の敵を一層混乱させる。その間に、艦の方は、招待式艦の指向性ビーコンをしっかりロックする。そして、 レーダーの雑音など無視して、降下兵たちを追尾し、これからの戦闘に備えての着地点を計算してくれる。第2外角が剥離してしまうと、第3外角は、自動的に、俺の第1落下山を開いてくれた。そう長持ちしなかったが、そいつは、もともと長持ちさせるためのものではないのだ。数ギガの強いショックが一つ。それで、俺と、そいつは、別々の道をたどり始めた。 第2落下山は、ちょっと分かり長く持ち、第3落下山は、かなりの間持った。その頃になると、カプセルの中は、ひどく熱くなっていたので、俺は、着陸のことを考え始めた。カプセルについている、最後の落下山が飛んでいってしまい、第三外角が剥離してしまうと、もう、俺の周りは、強化防護服パワードスーツとプラスチックの辛いつぐだけになってしまった。俺は、まだ、 そいつの中に縛り付けられており、身動きできないが、どこへどうやって着陸するかを決めなければいけない。両腕を動かさずに、と言っても動かせなかったのだが、俺は、近接距離系のスイッチを入れて、ヘルメットの内側全額部に取り付けてある鏡にきらめいた数値を読み取った。1.8マイル。俺の好みより、ちょっと低すぎる。とりわけ相棒のいない現在派だ。最後の殻は、どんどん落下していく。 もうこれ以上、中に留まっていても、何の役にも立たない。しかも、その表面温度は、まだ、しばらくの間、そいつが自動的に開きそうもないことを示していた。それで、俺は、もう、一方の親指でスイッチを入れ、こいつとおさらばすることにした。最初の電化で、ストラップは全部切れた。次のが、プラスチックの殻を、八つの破片にして、俺の体から吹き飛ばした。 次の瞬間、俺は、他に、空中にいた。この目で周りを見ることができるのだ。具合のいいことには、八つに割れた破片は、近接距離計のデータを通す小部分を除いて、全部、金属のメッキがしてあり、防護服を着ている人間と、全く同じ反射をする。レーダーのオペレーターは、そいつが、生々耳の人間だろうと、電子頭脳であろうと、今や、俺と、 俺の周りに飛び散ったガラクタとの区別がつかなくなって往生しているはずだ。しかも、それが、一つじゃない。俺の上にも、両側にも、下にも、数マイルの空間にわたって、数千個の数になっているのだ。こういった効果が、地上の敵軍をいかに混乱させるものであるかを、地上において、肉眼とレーダーの両方でよく認識させておくことも、機動歩兵訓練の一項目である。というのは、 真っ裸で、こんなところに投げ出されると、誰だって、嫌な気分になるからだ。あっさりと強行を起こして、慌てて落下山を開いてしまい、座り込んだカモみたいになってしまうか。カモは本当に座り込むだろうか座り込むとしたら、なぜだろう。さもなければ、落下山を開き忘れて、かかとの骨や背骨やら、頭蓋骨やらをへし折ってしまう結果になるのだ。さて、俺は体を伸ばし、 筋肉のよじれを直して周囲を見回した。それから、もう一度、体を二つに折り曲げスワンダイブのような格好で顔を下にし、体をまっすぐにすると、よく顔を見た。下界は予定通り夜だったが、赤外線暮らし鏡のおかげで、目が慣れてくるにつれ、地形をかなりよく掴むことができた。俺のすぐ下には、都市を斜めに横切る川が流れており、他の地面に比べて温度が高いせいか、鮮やかに光りながら、 ぐんぐんと迫ってくる。どちら側の岸に降りようと構わないが、川の中だけはごめんだ。そんなことにでもなったら、行動がぐんと遅れてしまう。俺の右、ほぼ同じぐらいの高度で、パッと光が閃いた。下にいる非友好的な拳住民が、俺の辛いぐの破片を焼いたのだろう。そこで、俺は、すぐ、最初の落下山を打ち出した。なろうことなら、ごく、 至近距離で目標を追っている敵のレーダースクリーンから逃げようと思ったのだ。俺は、ショックに備え、うまくそれを乗り切り、それから20秒ほど漂ってから落下山を開いた。俺の周りのものとスピードが違ってくることで、敵の注意が俺に集中するのを避けるためだ。これがうまくいったらしい。俺はやられなかった。600フィートの高度で、俺は、次の落下山を打ち出した、ほんの一瞬。 俺の体は、川の中へ落ちるのかと思ったが、うまい具合に100フィートほど流され、川岸にある平たい屋根をした倉庫かなんかの上に来ると分かった。俺は落下山を切り、強化防護服パワードスーツの跳躍ジェットを使って、その屋根の上に、ちょっと弾みはしたが、まあまあうまい具合に降り立った。着陸すると、すぐ、俺は、ジェラル軍装のビーコンを探した。俺は、川の反対側へ降りてしまったことに気づいた。 ヘルメットの内側にあるコンパスリングに見えているジェリーの星は、本来あるべきはずのところから、遥か南に外れている。俺の位置が北すぎるのだ。俺は、屋上を川岸めがけて駆け出しながら、俺の隣にいる班長の距離方角を測り、位置すべきところから、1マイルも離れていると分かった。エース。列につけ。俺は、そう叫ぶなり、爆弾を背後へ投げ、 建物を飛び降りて、川を渡った。エースは、俺が予想した通りの行動をした。エースは、俺が言った通りの位置に着くべきなのに、自分の班を見捨てたくなかったのだ。と言って、俺の命令を馬鹿にしているわけではないが、俺の後ろでさっきの倉庫が爆発し、まだ川の上にいる俺に、爆風がまともに吹き付けてきた。予定では、爆発する前に向こう岸にたどり着き、 建物の陰に入ってしまうはずだったのだ。おかげで、ジャイロは愚か俺までひっくり返されてしまうところだった。あの爆弾は、15秒後に爆発するようにセットしておいたのに、いや、そうしなかったのかな俺は、突然、自分がひどく興奮していることに気がついた。こいつは、ひとたび地上に降りた時には、最も警戒しなければいけないことだ。訓練みたいなもんだぞ、というのが、ジェリーの忠告だった。 慌てず、正確にやるんだ。たとえ、半秒やそこら余分にかかってもな。対岸につくなり、俺は、もう一度、エースの位置を確かめ、班を整えろと繰り返した。答えはなかったが、奴はすでに実行していた。俺はそのままにしておいた。エースが、ちゃんと任務をやっている限り、奴の不適された態度は我慢してやってもいい。今のところはだ。だが、会へ戻ったら、 そして、ジェリーが、俺を、分隊長補佐のままで置いてくれるのならだが、俺たちは、どこか邪魔の入らないところで、どちらがボスなのか決めなければいけないんだ。奴は正規の五長であり、俺は、ただ、期限付きで、五長勤務上等兵を命じられているに過ぎないが、ともかくも、奴は、俺の下になっているのだし、こんな状況で舐められたりしてはたまらない。永久にというわけではないが。しかし、今は、 そんなことを考えている暇などない。川を飛び越えている間に、俺は素晴らしい目標を一つ見つけており、他の奴らに目をつけられないうちに手をつけておきたかった。丘の上にある公共建造物らしいものの一群だ。ひょっとすると寺院か、いや、宮殿か。そいつらは、俺たちの相当区域から数マイル外側にあったが、少なくとも半数の弾薬は、 そう遠く生きがいへばらまけというのが奇襲作戦の定石だ。そうすると、敵の奴らは、こちらが、実際にどこにいるのかわからなくて混乱し続けるものだからだ。それはともかくとして、動き続けることだ。何でも手っ取り早く実行することだ。いつだって、数は、敵の方が遥かに多い。我が身を救う者は、不意打ちとスピードなのだ。エースの位置を調べ。 隊列を整えろという二回目の命令を出す間に、俺は、もう、ロケット弾発射等ランチアーに弾丸を詰めていた。チェリーの声が、全員、回路で、ボリュームいっぱいに響いた。招待。カエル飛び。前へ。俺のボス、ジョンソン軍曹がこだまするように怒鳴る。カエル飛び。奇数番号。進め。おかげで20秒ほど。 俺の心配事は消えた。そこで、俺は、そばの建物に、飛び上がり、発射灯を肩に上げ、目標を決め、第一引き金を引いて、ロケットに目標を見させる。続いて第二引き金を引き、ロケット弾を弾道に乗せると、地上に飛び降りた。第二分隊、偶数番号。俺は叫び、心の中で数を数え、それから命令した。進め。 俺自身も、自分の命令に従った。俺は、建物の次の列を飛び越え、空中にいる間に、川に面した第一列の建物に、火炎放射を浴びせた。木造だったらしく、どうも火のつきやすい時期でもあったようだ。それに運がいいことに、何軒かの倉庫には、輸出品か爆発物まで入れてあったらしい。俺の背負った Y 型発射器はイラつくは、二個の小型高性能爆弾を、 左右両側200ヤードに向けて発射したが、そいつらがどうなったかは見極めなかった。ちょうどその時、最初のロケット弾が、一遍でも見たことがある奴なら、決して見間違うことのない原子爆発の先行とともに、目標にぶち当たったからだ。そいつはもちろん、臨海量以下で使えるように、タンパーと打ち破る、圧作装置インプロージオンスキーズをつけた、交渉威力2キロトン以下の小型爆弾に過ぎなかった。 といったところで、それより、大きな爆発の時に侵入したいなんていうやつもいないだろう。そいつは、普段の丘のてっぺんをきれいに吹き飛ばし、市内の全員を防空壕に隠れさせるのに、十分な威力を持っていた。もっと都合のいいことは、この辺に住んでいる奴のうちで、たまたま古外にいて、こっちの方を見ていた奴は、これから2時間、他のものは何も、つまり、俺の姿も、 見えなくなっているだろうということだ。例の先行は、俺の目を、いや、俺たちのうちの誰の目をもくらませたりはしない。俺たちの顔を覆っている金魚鉢には、鉛が厚く塗ってあるし、目のところには、暮らし鏡がつけてあるのだ。それにもし、ヘマをして、生々のままそちらを向いていたとしても、顔を伏せ、その先行を、防護服の方に引き受けさせるように訓練されてもいるのだ。だから、俺は、 ちょっと目をつぶっただけで、すぐ目を開いた途端、まっすぐ、前の建物から、原住民が一人飛び出してきた。相手は俺を見た。俺も相手を見た。そいつは、何かを持ち上げた。武器らしい。ジェリーが叫んだ。奇数番号、前へ。そいつとふざけている暇はない。本当なら、今頃到着していなければいけない地点まで、まだ500ヤードも離れているんだ。 左手には、まだ、携帯火炎放射器ハのフレーマーを持っていたから、それで、相手を、こんがりとトーストにしてやり、量を数え始めながら、そいつの出てきた建物を飛び越えた。携帯火炎放射器というやつは、もともと放火用なんだが、白兵戦では、格好の対人兵器にもなる。そうまで狙いをつける必要がないんだから、追いつかなくてはという心配と興奮のせいか。 俺のカエル飛びはちょっと高すぎたし、距離も長すぎた。ジャンプギアを最大に使いたいのは、いつもついて回る誘惑だ。だが、そんなことはするな。何秒か空中にぶら下がっていることになり、実に狙いやすい的になるだけのことだ。前進の方法は、建物に出くわすたびに、そいつをスレスレに飛び越すに限る。建物は、ほんのスレスレのところで飛び越え、下にいる間は、 遮蔽物として最大限に利用する。そして、同じところに、1、2秒以上は決してとどまらず、敵の目標として身をさらさないことだ。常に居場所を変えろ。移動し続けるのだ。今度のばかりは、俺のヘマだった。建物1並ぶんを飛び越すには大きすぎ、その向こうの列を飛び越すには小さすぎた。気がついてみると、俺は、建物の屋根へ降りるところだったんだ。 ところが、そこは、もう一発、超小型原爆ロケット弾を発射するために、3秒間とどまっていられるような、平らな場所じゃなかった。その屋根と来たら、バイプやら支柱やらがごちゃごちゃした、金かな物のもののジャングルだ。工場か、科学研究所といったものなのだろう。着陸する場所は全くない。もっとまずいことは、そこに原住民が6人ばかりいたことだ。この奇妙な連中は人間そっくりで、 身長8、9フィート。俺たちよりずっと痩せていて体温が高い。衣類というものは全く身につけず、赤外線暮らし鏡で見ると、まるでネオンサインみたいにくっきりしている。昼間に肉眼で見ると、もっと変な連中だが、戦う相手としては、雲どもよりまだましだ。ああいう雲みたいな奴らには、全く続ゾ々クゾクさせられる。あいつらが30秒前にもそこへ上がっていてくれたのなら、 俺の原爆ロケット弾の先行のおかげで、俺を見ることなんかできないはずだ。だが、俺に、そんな確信は持てなかったし、奴らと特っみ合いはしたくなかった。今度の襲撃は、そういった種類のものではないのだ。それで、俺はもう一度ジャンプし、体が空中にある間に、10秒間火炎散弾点セコンズフワイアピルを一つかみばらまいて、その連中を慌てさせておき、着地するなり、また、 次の跳躍に移りながら叫んだ。第二分隊、偶数番号、前へ。俺は、そのまま距離を縮めるために前進し続け、飛び上がるたびに、ロケット弾をぶち込むだけの値打ちがあるものを見つけようとした。小型原爆ロケット弾は、あと三発残っており、それを持って帰るつもりは、さらさらなかった。だが、俺は、いやしくも原子兵器を使うからには、 それだけの値打ちがあるものを仕留めなければいけないということを叩き込まれていた。こんな大しろ、つも物の,の形態を許されたのはまだ認めてしかないんだ。今のところ、俺は、この都市の浄水場を見つけようとしていた。こいつに、直撃弾を一発ぶち当てれば、都市全体が住めなくなり、直接には、誰一人殺さなくても、無理やり疎開させることになる。面倒くさいが、 俺たちの今度の降下作戦そのものが、そんな調子なんだ。俺が催眠学習させられた地図によると、そこは、今俺がいるところから、約3マイル上流にあるはずなのだ。だがさっぱり見つけられない。多分、ジャンプが低すぎるのだろう。俺は、もっと高く飛び上がってみたい。誘惑に駆られたが、ミリアッチオが、勲章をもらおうなどと思うなよと言ったことを思い出し、どこまでも教えられた通りにしていることにした。俺は、 背中の Y 型発射機 Y ラツクをオートマチックにセットし、着地するたびに、小型爆弾を2個ずつ飛ばした。その間も、何でもかでも、手当たり次第に火をつけ、浄水場かそれとも、他の目打ちのある目標を見つけ出そうとした。さて、手頃な距離のところに何かがあった。浄水場か何かわからないが、とにかく大きいものだ。そこで、俺は、近くにあった一番背の高い建物の上へ飛び乗り、 狙いを定めて発射した。飛び降りたとタンジェリーの声が聞こえた。ジョニー。レッド。両翼を丸め始めろ。俺は、その命令を復唱し、レッドが復唱する声を聞き、レッドに、俺の位置がはっきりわかるように、ビーコンを点々滅滅、信号に切り替え、奴の点滅信号の距離と方向を確かめながら叫んでいた。第二分隊。エンジン体系に移れ、 班長は報告しろ。4班と5班は了解と答え、エースのやつは、もうやってるよ。そっちは、気合を入れて走れと抜かしやがった。レッドのビーコンから判断すると、右翼は、俺のほぼまっすぐ前で、15マイルは、たっぷり離れたところにいるらしい。畜生。エースの言う通りだ。俺は、気合を入れて走らないと、その距離を縮めるのが間に合わないかもしれないんだ。 ところが、俺は、まだ、200ポンドからの弾薬やら、いろんな厄介物を身につけており、こいつらを使い切る時間も見つけなければいけないと来ているんだ。俺たちは、V 型体系で着陸した。ジェリーが、V の字の底で、レッドと俺が両枝の先端だ。これから、それを、陰上げ集結地点を真ん中にした円にしていかなければいけない。ということは、レッドと俺が、それぞれ、他のものより広い区域を走り、 従って、それ相当の戦果を上げて見せなければいけないということだ。エンジンに移り始めると、少なくとも、カエル飛び前進は終わりだ。俺は、数を数えるのをやめて、スピードだけに専念できた。もうどこにいても、安全なところは、なくなってきた。たとえ貧速に動き回ってもだ。俺たちは、奇襲という大きな有利性を持って、作戦を開始し、撃たれもせずに着陸した。少なくとも、 効果の時には、誰もやられなかったと思う。それから、この星の奴らが、俺たちを撃とうとしても、とにかく、奴らが俺たちを見つけることができたとしての話だが、奴ら同士で殺し合う可能性が大きかったのに、俺たちの方と来ると、味方をやっつける心配は、全くなく、思う存分、奴らの間を暴れ回ってきたのだ。俺は、何もゲーム理論の専門家ではないが、俺たちが、 次にどこにいるかを予言するのに間に合わせられるように、現在の俺たちの行動を分析できるようなコンピュータなど、どこにもないだろうと思う。それにもかかわらず、ここの防衛軍も、統率がよく取れているかいないかは、別として、ともかく反撃を始めた。俺の体をかすめた資金欄が2発ほど爆発し、おかげで、防護服の中にいても、俺の歯はガタガタ鳴った。さらに、一度は、 何やらわけのわからぬビームで人なでされると、髪が逆立ち、尺骨を撃たれた時のように、一瞬体が半ばまひしてしまった。肘だけでなく全身がだ。もし強化服を跳躍させるのが、ほんの少し遅れたら、そこから逃げ出すこともできなかっただろう。こんな目に遭うと思わず立ち止まって、なぜ軍隊になんか入ったんだろうと考えてしまうものだ。ただ、この時の俺は、 忙しくて立ち止まってなんかいられなかった。闇雲に2回続けて建物を飛び越えてみると、俺は奴らの真ん中へ着陸した。慌てて四方八方を下放射しながら、すぐまたジャンプする。シャニムに突っ走って、俺は味方との間を半分ほど、ほぼ4マイルを最短時間で縮めた。しかし、そのため、まぐれあたり以上の戦果は上げられなかった。俺の Y 型発射器はイラつくわ。 二回ほど前の跳躍の時に空になっており中庭のようなところに着地していることに気づいた。俺はちょっと止まって予備の高性能爆弾を装填しながらレースの位置を確かめる。原爆ロケット弾の最後の二発を使うには左翼分隊に入り込みすぎているらしい。俺は近くにあった建物のうちで一番背の高いやつのてっぺんへ跳躍した。 肉眼でも、だいぶよく見えるほど、明るくなりかかっていた。俺は、赤外線暮らし鏡を額へ跳ね上げ、肉眼で、素早くあたりを見回し、背後に何かぶっ放してやるものはないかと探した。何でもいい、より好みをしている時間はないのだ。奴らの宇宙空港の方角にあたる地平線に、何かがあった。管制塔か、それとも構成間宇宙船か。ほとんど同じ方向の半分ほどの距離に、 全然見当のつかない巨大な建造物があった。宇宙空港までの距離は大変なものだったが、俺は、原爆ロケットによくそいつを見させ、見つけろよ、坊や。というなり、ぶっ飛ばし。次の最後の一発を叩き込むと、近い方の目標をめがけて送り出し、すぐに跳躍に移った。その建物は、俺が離れた直後に直撃弾を食らった。痩せっぽっちどもが、 俺がいるのを見つけて、建物ごとぶっ飛ばそうとしたのか、それとも、味方の誰かが、花火を、全で、無造作に使い嫌がったのかだ。どちらにしたところで、もう、こんなところから、跳躍するのはごめんだ。たとえすれすれにでも飛ぶのは嫌だ。俺は、次の建物二つは、飛び越す代わりに、中をまかり通ることにした。そこで、俺は、地面へ着くなり、背中の重い火炎放射器をひっつかみ、 赤外線暮らし鏡を両岸に下ろすなり、真正面の壁に切断ナイフビームを全力照射した。壁の一部は崩れ落ち、俺は飛び込んでいった。そして、それよりも素早く飛び出してきた。己のぶち割ったものが、何だったのか、俺にはわからない。教会での集まりか。骨川野郎の安宿か。それとも、奴らの防衛司令部だったのかもしれない。わかっていることは、ただ一つ。 俺が一生の間に見たいと思う数以上の痩せっぽっちどもがいっぱいいる非常に大きな部屋だったということだけだ。多分教会なんかじゃあるまい。というのは飛び出しかけた俺に、その中から撃ってきた奴がいたからだ。弾丸は俺の強化服に当たって跳ね返り、おかげで耳はガーンとなり、ちょっぴりよろめいたが、別に怪我はなかった。それでも、訪問したのに、 お土産を置かずにさよならしてはいけないということを思い出させてくれた。俺はベルトに手をやって最初に触ったものをひっつかむと下手投げに転がした。そいつはキーキーなり始めた。基礎訓練でいつも教える通り、直ちに建設的なことを何でもいいからする方が何時間も経ってから最善の方法を考えつくよりはマシなのだ。全くの偶然ながら俺は正しいことをやっていた。 そいつは特別製の爆弾で、効果的な使い道が見つかった時にだけ使うという指示とともに、今度の作戦にあたって、各人1一個ずつ支給されたものなのだ。投げる時に聞こえたキーキーという音は、ここの原住民の言葉で、その爆弾が叫んでいる音で、翻訳すれば、ざっとこんなところだそうだ。俺は30秒爆弾だぜ。30秒爆弾だぜ。29。28。 27。これは、奴らの神経を参らせるためのものだった。多分効き目はあったのだろう。確かに、俺の神経は参った。人間を撃ち殺す方がましだ。俺は数え終わるまで待ちはしなかった。奴らがそれまでに走り出せるだけの窓や出口はあるのだろうかと考えながら、俺は跳躍した。跳躍のてっぺんで、俺は、レッドの点滅信号の位置を知り、 地面へ降りた時エースの位置を知った。俺は、また遅れかかっている。急がなくて廃刊。だが、3分後に、俺たちはスきスきま、間を詰めていた。俺の左翼半マイルに、レッドがいた。奴は、そのことをジェリーに報告していたのだ。ジェリーがほっとした声で、正体全員に怒鳴る声が聞こえた。縁は閉じたが、ビーコンはまだ降りておらん。ゆっくり前進し、周りをぶっつぶせ。 もうちょっと痛めつけてやるんだだが、命名の行土なりりにいる奴に気をつけろ。戦友を痛めつけるな。今までのところは、まず上出来だ。それにケチをつけるな。正体。分隊ごとに転校。俺にも、いい仕事をやったと思われた。街のほとんどは燃え上がっており、あたりは、もう全く明るくなっていたが、赤外線暮らし鏡より、肉眼の方がいいかどうかは決めかねた。 それほど煙がひどかったのだ。俺たちの分隊長であるジョンソンが叫んだ。第二分隊、報告しろ。俺はオウム返しに行った。四、五、六番番号。新型コムユニットについている安全回路は、確かに物事をスピードアップする。ジェリーは、隊員の誰にでも、あるいは、分隊長たちにだけでも話しかけられる。分隊長は、 自分の部下全員に話しかけることができるが、可視館だけに話しかけることもできる。こうして、一秒を争うとき、正体は、二倍の速さで、点呼を取ることができるのだ。俺は、四班が報告するのを聞きながら、短役の残りを調べ、真近くから頭を突き出した、痩せっぽち、めがけて、爆弾を一個転がしてやった。痩せっぽちは姿を消し、俺もそこを離れた。分隊長が言った。 しっかり調べろ。4番は報告するのに、ちょっともたついていたが、班長は、やっと、ジェンキンスのことを思い出した。ご飯は、ソロ番を弾くようにパキパキ報告したので、俺の気分は、良くなり始めた。だが、テンコは、エースの班の4番で途切れちまった。俺は怒鳴った。エース、バカデイズイはどこだ奴は怒鳴り返した。黙れ、6番。 六。と、スミスが答えた。七。エースは報告した。6班、フロレス行方不明。班長は探しに行く。俺はジョンソンに報告した。一人いません。6班のフロレス、行方不明か選手かわかりません。班長と分隊長補佐は、探しに列から離れます。ジョニー、エースに任せろ。 だが、そんな声は聞こえなかったから、俺は答えなかった。奴はジェリーに報告し、ジェリーが悪態をつくのが聞こえた。言っとくが、何も、俺は、勲章がもらいたくて突進したんじゃない。捕まえてくるのは、分隊長補佐の仕事なんだ。分隊長補佐ってのは、刺身の妻、最後に到着するもの、消耗品なんだ。分隊長連中には、他にする仕事がある。 もうはっきり分かったことだろうが、分隊長補佐というものは、分隊長が生きている限り不必要なものなんだ。まさに、この時、俺は全く消耗品のような、もう消耗されてしまったような感じを味わっていた。というのは、この宇宙で、最も甘ったるい音が聞こえてきたからだ。撤退用小宇中艇が着陸するというビーコンが集合音を響かせ始めたのだ。このビーコンはロボットロケットで、 撤退用小宇宙艇が着陸する前に発射され、地面に突き刺さると、すぐ、あの優しい音楽を放送し始める小さなスパイクだ。その上へ撤退用小宇宙艇は、自動的に3分経つと着陸する。そのそばに全員いた方がいいんだ。というのは、このバスと来たら待ってくれないし、次のやつは来てくれたりしないからである。だが、誰だって、相棒の軌道歩兵を見捨ててはいけない。 そいつがまだ生きている可能性があるときは、ラスチャックグレン隊ではそうだ。機動歩兵なら、どこの隊だってそうだ。何としてでも見つけるのだ。ジェリーの命令が聞こえていた。ゾタマをあげろ、みんな。撤退地点に集合。急げ。そして、ビーコンは、甘い声を流していた。トコシエに栄光光光る歩兵よ。その名を照るかしめよ。 ロジャー・ヤングの名を。俺は、そちらへ向かいたかった。食らいつきたいほどだった。だが、俺は、そうする代わりに、反対の方へ向かい、エースのビーコンに接近しながら、白ボダンムや火炎散弾フアやピルの残り、その他、何であろうと、俺の目方を軽くしてくれるものは、使っていった。エース。奴のビーコンは掴んだかおう。帰れ、脳なし。 もう目で見える。奴はどこだ俺の真ん前、四分の一マイルほどだ。帰れ。奴は俺のもんだ。俺は答えなかった。俺は、左へ斜めに突っ切り、奴がいると、エースの行ったあたりへすっ飛んで行った。すると、エースは、奴のそばに立ちはだかっており、痩せっぽっちどもが、二人ほど黒焦げになっており、他に大勢逃げていくところだった。俺は、 レースのそばへ着陸した。奴を強化服から出そう。もうボートが降りてくるぞ。傷がひどすぎる。俺は見た。そして、その通りだと分かった。なんと、強化服に穴が開いており、そこから血が流れ出ている。俺は孫ついた。負傷者を救い助けるには、そいつを強化服から出さなければいけない。すると両腕に抱え上げるだけでいい。それで飛び離れればいいんだ。 裸にすれば、使っただけの弾薬ほどの重さもないんだ。どうしようエースはむっつり答えた。運ぼう。ベルトの左をつかめ。彼は、右側をつかみ、俺たちはフロレスを立たせた。ロックを下ろせ。いいか、1、2の2で飛ぶぞ。1、2。俺たちはジャンプした。そう遠くまではいけなかった。一人だけでは、 奴を地面から離すこともできない。パワードスーツはあまりにも重すぎるんだ。だが、二人でやれば、できるんだ。俺たちは、飛んだ。飛んだ。何度も飛んだ。エースが拍子を取り、俺たち二人は、着地するたびにフロレスを支えた。奴のジャイロは壊れちまっているらしい。ビーコンの音が旗と止まった。撤退用小中艇が着陸したんだ。 着陸するのが見えた。そして、それはあまりにも遠すぎた。招待軍総代理の号令が聞こえていた。続いて、乗船用意。するとジャリーが怒鳴った。その命令まで。俺たちは、やっと空き地に出た。オブを、下に小宇宙艇が立っているのが見え、離陸を警告する方向を発しているのが聞こえていた。その周りの地面に、招待はまだおり、 警戒態勢のエンジンをたり、作り上げた遮蔽物の後ろにへばりついている。ジェリーが怒鳴った。続いて、乗り込む、はじめ。俺たちは、まだまだ遠く離れている。第一分隊からみんなが離れ、小宇中艇に走り込むにつれ、警戒エンジンが縮まっていくのが見えた。すると、一人が、その縁から離れて、俺たちの方へやってきた。 指揮官服だけにできる猛烈なスピードだ。ジェリーは、俺たちがまだ空中にいる間につき、フロレスの Y 型発射機はイラつくをつかみ、俺たちに力を合わせた。三度の跳躍で、俺たちは小宇宙艇に着いた。他の連中は皆乗り込んでしまっていたが、ドアはまだ開いていた。俺たちが、フロレスを担ぎ入れて、ドアを閉めていると、操縦士は、俺たちのためにランデブーができなくなったわ。 もうみんなおしまいよ、とかなきり声を上げた。だが、ジェリーは、全然相手にしなかった。俺たちはフロレスを寝かせ、そのそばに伏せた。噴射のショックが襲ってきた時、ジェリーは、自分自身に向かって報告していた。全員います。少尉の、3名負傷していますが、全員います。これだけ、ハデラドリア隊員のために言っておこう。 彼女以上の操縦士はいないだろう。撤退用小宇宙艇が軌道でランデブーするのは、正確に計算されてのことだ。俺には、どうやるのかさっぱりわからないが、とにかくそうなのであり、それを変えることはできない。不可能なことなのだ。だが彼女だけはやってみせた。彼女は、スコープで、小宇宙艇が時間通りに噴射できないとわかると、すぐにブレーキをかけ、また、スピードを上げた。 そして、こちらの手と動きを合わせ、俺たちを収容したのだ。それを計算する時間がなかったから、目と勘だけでだ。もし、全能の神が、星々のコースを保つのに、助手を必要とするようなことがあったら、俺は、誰がいいかを教えてあげたい。フロレスは、上昇の途中に死んだ。に、全く怖くてたまんねえ。おいら逃げ出し、止め止まらなかった。 振り向きもせずに、いちいち目も口さん。家さ帰るとお母かあの部屋さ。ベ人ジンバカシャヤンキードードル張り切らねえか。ベ人ジンバカシャヤンキードードルおされしやれだろうが。落学隊タイトステップに気ぃつけろ。そいで、女の子はちょろいもの。俺は心底から入隊したかったわけじゃない。それも、軌道歩兵だなんて、とんでもないことだ。そんなことになるぐらいなら、公共広場で、 十ペンも鞭でぶったたかれ、親父親父に、誇り高い仮名に傷をつけたなんて言われるようなことをした方が、マシだと思っていた。そう、確かに、俺が、ハイスクールの最高学年も、終わりになった頃、地球連邦軍フェデラルサービスに志願しようか住まいか考えているんだなどと、親父に言ったことはある。十八回目の誕生日が迫ってくれば、どんな男の子だって、そうじゃないかな。しかも、俺の誕生日は、 卒業する同じ週に来るんだ。もちろん、ほとんどの奴は、そんなことを考えてみるだけだ。ちょっぴりと、そんな夢を楽しんでみるだけで、やがては、他のことをするようになる。大学へ進んだり、職に就いたり、他に何かしら始めてしまうのだ。俺だって、午後たたぶん、分に漏れずそうなっていたはずなんだ。もし、俺の親友が、本気で入隊するなんぞと考えてさえいなければだ。カールと俺は、 高校時代、何をやるんだって、一緒だった。女の子に、モーションをかけるのも、ダブルデートをするのも、討論会でも組んでやったし、カールの家に作った、施設研究室ホームラボで、電子をつつき回してみるのも一緒だった。俺は、我ながら電子理論には弱かったが、ハンダ付けの方となると、上手いものだったんだ。カールが脳みそを絞り、俺は、奴の言う通りに実行したというわけだ。面白かった。 俺たち二人でやることは何によらず面白かった。カールの家は俺の親父ほど金持ちじゃなかったが、そんなことは俺たち二人の間では問題にならなかった。俺が14歳の誕生日に親父はロールスのヘリコプターを買ってくれたが、これは俺とカールが共有しているのと同じことだった。そんなわけでカールの家の地下室にある研究室は俺のものでもあったわけだ。だからカールが ストレートに大学へ進まないで、まず軍隊図止めをしてくるつもりだと言ったとき、俺だって考えてしまった。奴は、まるっきり本気で言っていた。それが当然のことであり、正しくて、決まりきったことだと思っているようだった。だから、俺だって入隊するよと言ったんだ。すると、奴は、おかしな顔をして俺を見たもんだ。君の親父さんが許すもんか。なぜ止められるわけはないじゃないか。 もちろん、そんなことができるはずはない。法律上、それは、誰にとっても、初めて、完全に、自由の自分だけの意思で決められることなんだ。そして多分最後のだが、男でも女でも、18歳の誕生日が来ると、誰だって志願できるし、誰も、その問題について、とやかく文句をつけることは、できないんだ。今にわかるさ。と、カールは話題を変えてしまった。そこで、 俺は、試しに、この話を、何気なく親父に持ち出してみた。親父は、新聞とハモキをそばへ置くと、俺をまじまじと見つめた。お前、どうかしているんじゃないかそんなことはないよ。と、俺がつぶやくと、親父は、ため息をついて言い出した。まあいい、どうもそんな風に聞こえたがだが、そんなことを言い出されるんじゃないかと思ってはいたよ。 男の子が大きくなっていく途中では、必ず、そんな時期が来るもんな。わしは、お前が、よちよち歩きを始めた時のこと、もう赤ん坊じゃなくなった時のことを、はっきり覚えているよ。正直言って、お前は、しばらくの間、手のつけられないわんぱく坊主だった。お前は、ママが大事にしていたアキラミンの花瓶を壊した。わざとだよ。そのことは、はっきりしていた。だがお前は小さすぎて。 花瓶が寝打ち者だなんて分かっちゃいなかった。そこで、お前は、手をピシャリとやられただけだった。それから、お前が、わしの葉巻をくすねて、ひどく気分が悪くなった日のことも覚えているよ。ママとわしは、お前が、その晩全然食べられなかったことは、分かっていたが、意識してそれを注意するのは避けたんだ。そして、わしは、今日まで、そのことは黙っていた、男の子というものには、 そういうことをいちいちやってみて、自分自身で悪徳というものは引き合わないんだと悟らせるようにしたんだ。わしらは、お前が思春期に差し掛かり、女の子というものは違っている、そして素晴らしいものだということに気がつき出すのも見守ってきたんだよ。親父は、またため息をついた。すべては、普通の段階を経たわけだ。そして、最後の奴は、思春期のちょうど終わりというと、男の子が軍隊に入って、 格好のいい制服を着てみようと決めることだな。あるいは、恋をしていると決め込む。その恋は、世の中のいかなる男性も、これまで経験したことのないものだと信じ込み、すぐに結婚してしまわなければいけないと決心する。あるいはその両方だな。親父は、陰気な笑いを浮かべた。わしの場合は、その両方だった。だが、わしは、うまく二つとも乗り切り、 バカなことをして、一生を台無しにするようなことは、せずに済んだ。だって、お父さん、僕は、一生を棒に振ったりはしませんよ。ほんの一気だけなんです。職業軍人になるんじゃないんだよ。この話はなかったことに、しようじゃないか。お聞き、お前がこれからするべきことを言わせてくれ。お前の方から、言い出したんだからな。まず第一に、この百年以上もの間、わしたちの一家は、 政治とは全く関係せず、自分の畑だけを耕してきたんだ。お前が、この立派な記録を破らなければいけない理由なんか、どこにもありやしない。おそらく、これは、お前の高校にいる男の影響だな。何という名前だったっけわしの言っている男のことは、わかるだろう親父の言っているのは、歴史と道徳哲学の教師のことだ。もちろん、退役軍人の、デュボア先生でしょう。 ふん、馬鹿げた名前だ。名はからだ体を表しているわけだな。間違いなく外国人だ。学校を、新兵の募集状にするのは、法律に反いたことに決まっている。わしから、ちょっときつい手紙を書いてやろう。納税者にも、それぐらいの権利はあるんだ。でもお父さん。先生は、そんなこと何もしないよ。先生は、俺は、 どう説明していいものやら分からなくなって、口ごもってしまった。デュボア先生は薄汚くて高慢知きで、俺たちのうち誰一人、入隊を志願できるほど、マシな奴はいないといった口の聞き方をするのだった。俺は先生が嫌いだった。ええー、と、あの先生はどちらかというと、入隊なんか、ごめんなと思わせる方なんだよ。ふーん。お前は、歌を引っ張り回すには、どうすればいいか知っているか まあいい。お前は卒業したら、ハーバードへ行って、経営学を勉強する。わかっているな。その後ソルボンヌへ移る。そして、ホーブを旅行をする傍ら、小売店の連中にも会い、他の土地では、事業がどんな風に行われているかを知るんだ。それから買い帰って、仕事を始める。はじめは下っ端の仕事だ。倉庫係とか何かのな。ただ形式を整えるためだ。だが、 お前は、一息つく、間もなく重役になる。わしだってもう若くないんだからな。お前が、一日でも、早く仕事をやってくれるようになれば、それだけ好都合なんだ。そして、実力と意志が備わり次第、お前がボスになる。さあ、この段取りをどう思うお前の一生のうち二年間を無駄にするのと比べてどうだい俺は何も言わなかった。 耳新しい話なんか全くなかった。俺だって、それぐらいのことは考えていたんだ。親父は立ち上がると、俺の肩に両手を置いた。わしは、何一つ分かっちゃいないんだなんて思わないでくれ。わしにだってわかるよ。だが現実を見つめるんだ。もし戦争でも起こっているのなら、わしだって、真っ先にお前を送り出すだろうし、事業を戦時体制に変えるよ。だが戦争なんてありやしない。 神様のおかげで戦争なんかもう起こりやしないんだ。人類は大人になり戦争なんか克服したんだ。この惑星は今や平和で幸福であり、他の惑星ともうまく友好関係を結んでいる。それなのに、この地球連邦軍とは何事だね全くの寄生虫じゃないか。納税者にしがみついて生きており、全く孤立した役に立たない組織だ。 兵隊にでもならなければ、食にありつけない落語者の連中を、何年間かみんなの金で食べさせ、そいつらの一生をめちゃめちゃにしてしまうという無駄遣いの最たるもんだ。お前はそんなことがしたいのかカールは落語者なんかじゃありませんよ。ごめんよ。いい青年だけれども、指導を誤ったんだな。親父は顔をしかめ、それから笑顔になった。なあ、わしはしばらく黙っておいて。 お前を驚かしてやるつもりだった、卒業祝いだよ。だが、お前の、そのつまらん考えを、もっとあっさりしてられるように、今から話しておくことにしよう。と言っても、お前が何をやらかすか心配しているわけじゃないよ。お前が、もっとちっちゃい時から、わしは、お前が、心の底では、しっかりしているんだということを信じているからね。今は混乱しているんだ。だが、 これが解決してくれるはずだよ。一体何だかわかるかいえ、わからない。親父はにやりと笑った。火星旅行だよ。俺は、ひどくびっくりした顔つきをしたに違いない。うわぁ、お父さん、まさかと思ってたよ。驚かせるつもりだったと言ったが、その通りになったな。お前ぐらい、の年頃には、宇宙旅行となると夢中だからな、と言って、 わしは一辺でこリゴリだったが、しかし、お前には、ちょうどいい時期だ。一人きりで旅行するってことはな。そのことは言ったっけそして、自分でよく体験してみるんだ。お前が、責任のある年になってからだと、月世界で一週間暮らすのも大変だろうからな。親父は書類を取り上げた。いや、お礼はいらないよ。さあ行った。わしは、まだ書類を読み終わっていないんでな。今晩。 お客が何人か来るんだ。ちょっとの間だがね。仕事だ。俺は走り出した。親父はそれで肩がついたと思っている。らしかったし、俺だってそう思った。火星。しかも、俺一人でだ。だが、俺は、このことをカールに話さなかった。俺が、親父の賄賂に負けたと感じられるだろうと、ちょっぴり考えたからだ。ああ、多分そうだったのだろう。はっきり言う代わりに、 俺は、親父とは考えが違っているようだと、カールに話しただけだった。カールは答えた。ああ、うちだって同じことだった。だが、僕の人生なんだからね。俺は、このことを、歴史と道徳哲学の最後の授業の時に考えた。この科目は、他の学科とは違って、クラスの全員が取らなくてはいけないのだが、試験にパスする必要はないのだ。そして、デュボア先生は、 俺たちが理解しようとしなかろうと、全く気にしないという様子だった。先生は、いちいち、俺たちの名前を呼ぶなんて七面倒なことはせず、ギリギリ株株のような騒んで、生徒を刺すだけで、鋭い質問を浴びせかけてくるのだった。それから議論が始まるのだ。しかし、その最後の日、先生は、俺たちが何を学び取ったのか見つけ出そうとしているようだった。一人の女性とが、 ぶっきらぼうに、デュボア先生に答えていた。母は、何事も暴力では解決しないと言いました。デュボア先生は、その女性とを冷ややかに見た。なるほど、カルタ語の指導者たちがそれを知ったら、さぞかし喜ぶことだろう。なぜ、君のお母さんは、その連中に話してやらなかったんだそれに、君だって、なぜそうしなかったんだ二人は、前にもぎ論したことがあったんだが、 とにかく試験がないんだから、もうデュボア先生にへつらうこともない。その女性とは、かなきり声を上げた。先生は私をからかっていられるんですわ。カルタゴが滅ぼされたことくらい、誰だって知っています。先生はむっつりと言った。君は、それに気づいていないようじゃないか、知っているのなら、なぜ、君は、暴力が、実に、徹底的に、彼らの運命を決したと言わなかったんだ 私は、君を、個人的にからかっているのではない。その言い訳しようもないほど馬鹿げた考え方を軽蔑しているまでだ。そうするのを習慣にしているんだね。誰であろうと、暴力は、何事も解決しないというような、歴史的に間違っており、道徳にも反する教訓にしがみついている人間に対しては、ナポレオン・ボナパルトとウェリントン公爵の亡霊たちを呼び出して討論させてみたらいいと、中言したいね。 ヒットラーの幽霊を審判にすればいい。審査員は、絶滅した堂々鳥、大海ガラス、旅行バトにしたらどうかな。暴力、剥き出しの力は、歴史における他の、どの要素に比べても、より、多くの事件を解決しているのだ。この反対の意見は、それらの事件の最悪状態における、希望的観測にしか過ぎないのだ。この根本的事実を忘れた種族は、 人命と自由という高価な代償を払わされてきたんだぞ。デュボア先生はため息をついた。来る年も来る年も、どのクラスも、私にとっては、またまた失敗だった。子供を知識に導くことはできるが、考えさせることはできないのだ。先生は、突然、腕の切り株で俺を刺した。おい、軍人と一般市民との間に、もし、倫理的な違いがあるとすれば、 それは何だ俺は気をつけて答えた。その違いは、市民道徳にあります。軍人は、自分が属している政治的集団の安全に対して、個人的な責任があることを認め、それを防衛し、もし必要とあれば、その防衛に命を投げ出します。でも、一般の市民はそうはしません。デュボア先生は腹立たしげに言った。まさに、教科書通りだな。 しかし君は、それがわかっているのかその通りだと信じているのかいえ、わかりません、先生。もちろん、わかるはずはない。ここにいる誰も、市民道徳なんてものは、わかっておらんだろう。そいつがやってきて、話す先で吠え始めても、わからんだろうな。先生は、ちらっと時計を見た。これで終わりだ、すっかり終わった。この次は、 もっと楽しい状態で会いたいもんだ。解散。そのすぐ後で、卒業式、3日後に、俺の誕生日、1週間と経たないうちに、カールの誕生日と続いた。だが、俺は、まだ、入隊しないつもりだとは、カールに言っていなかった。俺に入隊するつもりなんかないだろうと、カールが思っていたらしいのは確かだが、俺たちは、近所迷惑なことを大声で言い合ったりはしないことにしていたんだ。俺は、 ただ、カールの誕生日の明くる日に会おうと約束し、あいつについて、新兵募集事務所へ行ったのだ。すると、世界連邦ビルの階段で、同級生のカルメンシータイバネスに、ばったり出会った。彼女は、生が二つに分かれている、人類という種族の中でも、相当な美人の方だった。カルメンは、別に俺のガールフレンドというわけではなかった。彼女は、誰のガールフレンドでもなかったんだ。彼女は、 同じ男の子と続けて、デートをするようなことは決してしなかったし、俺たちみんなと、同じように分け隔てなく、愛想よく付き合った。だが、俺は、カルメンをよく知っていた。というのは、彼女はよくやってきて、俺たちのプールを使ったからだ。というのは、うちのプールが、オリンピックに使えるほどの大きさだったからだ。来るたびに連れてくる男の子は違っていたし、たった一人の時もあった。 その一人の時というのは、俺のお袋が頼んだからだったが。お袋は、彼女のことを、いい影響を与える人と言っていた。まさに、その通りだったのだ。カルメンは、俺たちを見つけると、エクボを浮かべて立ち止まった。へい、hey, 僕たち。俺は答えた。これは、これは、どうしてまたここへわからないの今日は、私の誕生日よ。 へえ。おめでとう。それで志願に来たってわけ。ひえ。カールも俺と同じぐらい驚いていたらしかった。だが、カルメンシータはそんな娘なんだ。彼女は、決して人の噂話なんかしなかったし、自分のことをぺちゃくちゃ喋ったりもしなかった。俺は尋ねてみた。ふざけているんじゃないだろうね。なぜ私がふざけなければいけないの私は、 宇宙船のパイロットになるのよ。少なくとも試してみるつもりよ。君なら、慣れないわけはないな。カールは、すぐにそう言った。彼の言う通りだ。今になってみると、本当に、その通りだったとよくわかる。カルメンは小柄で、キビキビしており、健康そのもので、完全な反射神経を持っている。彼女だったら、すごい急降下だって、楽にやりこなしてしまうだろうし、その上、 数学が得意と来ている。俺の方はというと、台数が C という心細さで、実用数学はやっと B。彼女は、学校で教える、あらゆる数学の科目を取っていた上に、高等数学の方まで特別授業を受けていた。しかし、俺は、それが何を目的としてなのかなどと考えてみたことはなかった。身のところ、彼女は飾り物みたいに綺麗だったので、とても実用品だなどとは考えられなかったんだ。 この続きが気になる方は、本を購入して読んでみてください。終わり。それは、弾道計算機をノイローゼにするほどのものであり。事実、そうしてしまうのだ。その上、ガンは、俺たちが降下するすぐ後から、たくさんの疑似カプセルをばらまく。外角が剥離するなどという面倒なことがないので、本物のカプセルよりも、早く落下する疑似カプセルだ。そいつらは、 俺たちの下に達すると爆発して、窓を開けてくれるし、自動偵察装置や多方向ロケット、その他いろいろなことをし始め、地上の敵を一層混乱させる。その間に、艦の方は、招待式艦の指向性ビーコンをしっかりロックする。そして、レーダーの雑音など無視して、降下兵たちを追尾し、これからの戦闘に備えての着地点を計算してくれる。第二外角が剥離してしまうと、第三外角は、 自動的に、俺の第一落下山を開いてくれた。そう長持ちしなかったが、そいつは、もともと長持ちさせるためのものではないのだ。数ギガの強いショックが一つ。それで、俺と、そいつは、別々の道をたどり始めた。第二落下山は、ちょっとわかり長く持ち、第三落下山は、かなりの間持った。その頃になると、カプセルの中は、ひどく熱くなっていたので、俺は、 着陸のことを考え始めた。カプセルについている最後の落下山が飛んでいってしまい、第三外角が剥離してしまうと、もう、俺の周りは、強化防護服パワードスーツとプラスチックの辛いつぐだけになってしまった。俺は、まだ、そいつの中に縛り付けられており、身動きできないが、どこへどうやって着陸するかを決めなければいけない。両腕を動かさずに、と言っても動かせなかったのだが、俺は、 近接距離系のスイッチを入れて、ヘルメットの内側全額部に取り付けてある鏡にきらめいた数値を読み取った。1.8マイル。俺の好みより、ちょっと低すぎる。とりわけ相棒のいない現在派だ。最後の殻は、どんどん落下していく。もうこれ以上、中に留まっていても、何の役にも立たない。しかも、その表面温度は、まだ、しばらくの間。 そいつが自動的に開きそうもないことを示していた。それで、俺は、もう、一方の親指でスイッチを入れ、こいつとおさらばすることにした。最初の電波で、ストラップは全部切れた。次のが、プラスチックの殻を、八つの破片にして、俺の体から吹き飛ばした。次の瞬間、俺は、他に、空中にいた。この目で周りを見ることができるのだ。具合のいいことには、 8つに割れた破片は、近接距離系のデータを通す小部分を除いて、全部、金属のメッキがしてあり、防護服を着ている人間と、全く同じ反射をする。レーダーのオペレーターは、そいつが、生々耳の人間だろうと、電子頭脳であろうと、今や、俺と、俺の周りに飛び散ったダラクタとの区別がつかなくなって往生しているはずだ。しかも、それが、一つじゃない。俺の上にも、両側にも、 下にも、数マイルの空間にわたって、数千個の数になっているのだ。こういった効果が、地上の敵軍をいかに混乱させるものであるかを、地上において、肉眼とレーダーの両方でよく認識させておくことも、軌道歩兵訓練の一項目である。というのは、真っ裸で、こんなところに投げ出されると、誰だって、嫌な気分になるからだ。あっさりと強行を起こして、慌てて落下山を開いてしまい。 座り込んだカモみたいになってしまうか。カモは本当に座り込むだろうか座り込むとしたら、なぜだろう。さもなければ、落下山を開き忘れて、かかとの骨や背骨やら、頭蓋骨やらをへし折ってしまう結果になるのだ。さて、俺は体を伸ばし、筋肉のよじれを直して、周囲を見回した。それから、もう一度、体を二つに折り曲げスワンダイブのような格好で、顔を下にし、体をまっすぐにすると、 よく顔見た。下界は予定通り夜だったが、赤外線暮らし鏡のおかげで、目が慣れてくるにつれ、地形をかなりよく掴むことができた。俺のすぐ下には、都市を斜めに横切る川が流れており、他の地面に比べて温度が高いせいか、鮮やかに光りながら、ぐんぐんと迫ってくる。どちら側の岸に降りようと構わないが、川の中だけはごめんだ。そんなことにでもなったら、行動がぐんと遅れてしまう。 俺の右、ほぼ同じぐらいの高度で、パッと光がひらめいた。下にいる非友好的な原住民が、俺の辛一ぐの破片を焼いたのだろう。そこで、俺は、すぐ、最初の落下山を打ち出した。なろうことなら、ごく、至近距離で目標を追っている敵のレーダースクリーンから逃げようと思ったのだ。俺は、ショックに備え、うまくそれを乗り切り、それから20秒ほど漂ってから、落下山を開いた。 俺の周りのものとスピードが違ってくることで敵の注意が俺に集中するのを避けるためだ。これがうまくいったらしい。俺はやられなかった。600フィートの高度で俺は次の落下山を打ち出した。ほんの一瞬、俺の体は川の中へ落ちるのかと思ったが、うまい具合に100フィートほど流され、川岸にある平たい屋根をした倉庫かなんかの上に来ると分かった。俺は落下山を切り、 強化防護服パワードスーツの超躍ジェットを使って、その屋根の上に、ちょっと弾みはしたが、まあまあうまい具合に降り立った。着陸すると、すぐ、俺は、ジェラル軍曹のビーコンを探した。俺は、川の反対側へ降りてしまったことに気づいた。ヘルメットの内側にあるコンパスリングに見えているジェリーの星は、本来あるべきはずのところから、遥か南に外れている。俺の位置が北すぎるのだ。俺は、 屋上を川岸めがけて駆け出しながら、俺の隣にいる班長の距離方角を測り、位置すべきところから1マイルも離れていると分かった。エース。列につけ。俺は、そう叫ぶなり、爆弾を背後へ投げ、建物を飛び降りて川を渡った。エースは、俺が予想した通りの行動をした。エースは、俺が言った通りの位置に着くべきなのに、自分の班を見捨てたくなかったのだ。 と言って、俺の命令を馬鹿にしているわけではないが、俺の後ろでさっきの倉庫が爆発し、まだ川の上にいる俺に、爆風がまともに吹きつけてきた。予定では、爆発する前に向こう岸にたどり着き、建物の陰に入ってしまうはずだったのだ。おかげで、ジャイロは愚か俺までひっくり返されてしまうところだった。あの爆弾は、15秒後に爆発するようにセットしておいたのに、いや、そうしなかったのかな 俺は、突然、自分がひどく興奮していることに気がついた。こいつは、ひとたび地上に降りた時には、最も警戒しなければいけないことだ。訓練みたいなもんだぞ、というのが、ジェリーの忠告だった。慌てず、正確にやるんだ。たとえ、半秒やそこら余分にかかってもな。対岸に着くなり、俺は、もう一度、エースの位置を確かめ、班を整えろと繰り返した。 答えはなかったが、奴はすでに実行していた。俺はそのままにしておいた。エースが、ちゃんと任務をやっている限り、奴の不適された態度は我慢してやってもいい。今のところ派だ。だが、会へ戻ったら、そして、ジェリーが、俺を、分隊長補佐のままで置いてくれるのならだが、俺たちは、どこか邪魔の入らないところで、どちらがボスなのか決めなければいけないんだ。奴は正規の五長であり、 俺は、ただ、期限付きで、五長勤務上等兵を命じられているに過ぎないが、ともかくも、奴は、俺の下になっているのだし、こんな状況で舐められたりしてはたまらない。永久にというわけではないが。しかし、今は、そんなことを考えている暇などない。川を飛び越えている間に、俺は、素晴らしい目標を一つ見つけており、他の奴らに目をつけられないうちに、手をつけておきたかった。 丘の上にある公共建造物らしいものの一群だ。ひょっとすると寺院か、いや、宮殿か。そいつらは、俺たちの相当区域から数マイル外側にあったが、少なくとも、半数の弾薬は、相当区域外へばらまけというのが奇襲作戦の定石だ。そうすると、敵の奴らは、こちらが、実際にどこにいるのかわからなくて混乱し続けるものだからだ。それはともかくとして、 動き続けることだ。何でも手っ取り早く実行することだ。いつだって、数は、敵の方が遥かに多い。我が身を救う者は、不意打ちとスピードなのだ。レースの位置を調べ、隊列を整えろという2回目の命令を出す間に、俺は、もう、ロケット弾発射塔ランチアーに、弾丸を詰めていた。ジェリーの声が、全員、回路で、ボリュームいっぱいに響いた。招待。 帰る飛び、前へ。俺のボス、チョンソン軍曹がこだまするように怒鳴る。帰る飛び、奇数番号を、進め。おかげで20秒ほど、俺の心配事は消えた。そこで、俺は、そばの建物に、飛び上がり、発射灯を肩に上げ、目標を決め、第一引き金を引いて、ロケットに目標を見させる。続いて第二引き金を引き、 ロケット弾を弾道に乗せると、地上に飛び降りた。第二分隊、偶数番号を。俺は叫び、心の中で数を数え、それから命令した。進め。俺自身も、自分の命令に従った。俺は、建物の次の列を飛び越え、空中にいる間に、川に面した第一列の建物に、火炎放射を浴びせた。木造だったらしく。 どうも火のつきやすい時期でもあったようだ。それに運がいいことに、何件かの倉庫には、油脂製品か爆発物まで入れてあったらしい。俺の背負った Y 型発射機はイラつくは、2個の小型高性能爆弾を、左右両側200ヤードに向けて発射したが、そいつらがどうなったかは、見極めなかった。ちょうどその時、最初のロケット弾が、一辺でも見たことがあるやつなら、 決して見間違うことのない原子爆発の先行とともに、目標にぶち当たったからだ。そいつはもちろん、臨海量以下で使えるように、タンパーと打ち破る、圧着装置インプロージオンスキーズをつけた、高渉威力2キロトン以下の小型爆弾に過ぎなかった。といったところで、それより、大きな爆発の時に侵入したいなんていう、奴もいないだろう。そいつは、普段の丘のてっぺんをきれいに吹き飛ばし、 市内の全員を防空壕に隠れさせるのに、十分な威力を持っていた。もっと都合のいいことは、この辺に住んでいる奴のうちで、たまたま古外にいて、こっちの方を見ていた奴は、これから2時間、他のものは何も、つまり、俺の姿も、見えなくなっているだろうということだ。例の先行は、俺の目を、いや、俺たちのうちの誰の目をもくらませたりはしない。 俺たちの顔を覆っている金魚鉢には鉛が厚く塗ってあるし、目のところにはクラ鏡がつけてあるのだ。それにもし、ヘマをして生々のままそちらを向いていたとしても、顔を伏せ、その先行を防護服の方に引き受けさせるように訓練されてもいるのだ。だから、俺は、ちょっと目をつぶっただけで、すぐ目を開いた途端、まっすぐ、前の建物から、原住民が一人飛び出してきた。 相手は俺を見た。俺も相手を見た。そいつは、何かを持ち上げた。武器らしい。ジェリーが叫んだ。奇数番号、前へ。そいつとふざけている暇はない。本当なら、今頃到着していなければいけない地点まで、まだ500ヤードも離れているんだ。左手には、まだ、携帯火炎放射器ハンのフレーマーを持っていたから、それで、相手を、こんがりとトーストにしてやり、 両を数え始めながら、そいつの出てきた建物を飛び越えた。携帯火炎放射器というやつは、もともと放火用なんだが、白兵戦では、格好の対人兵器にもなる。そうまで狙いをつける必要がないんだから。追いつかなくてはという心配と興奮のせいか、俺の帰る飛びはちょっと高すぎたし、距離も長すぎた。ジャンプギアを最大に使いたいのは、いつもついて回る誘惑だ。だが、そんなことはするな。 何秒か空中にぶら下がっていることになり、実に狙いやすい的になるだけのことだ。前進の方法は、建物に出くわすたびに、そいつをすれすれに飛び越すに限る。建物は、ほんのすれすれのところで飛び越え、下にいる間は、遮蔽物として最大限に利用する。そして、同じところに、1、2秒以上は決してとどまらず、敵の目標として身を晒さないことだ。常に居場所を変えろ。 移動し続けるのだ。今度のばかりは、俺のヘマだった。建物1並ぶ分を飛び越すには大きすぎ、その向こうの列を飛び越すには小さすぎた。気がついてみると、俺は、建物の屋根へ降りるところだったんだ。ところが、そこは、もう一発、超小型原爆ロケット弾を発射するために、3秒間留まっていられるような、平らな場所じゃなかった。その屋根と来たら、 バイプやら支柱やらがごちゃごちゃした金か,かな物ののジャングルだ。工場か、科学研究所といったものなのだろう。着陸する場所は全くない。もっとまずいことは、そこに原住民が6人ばかりいたことだ。この奇妙な連中は人間そっくりで、身長8、9フィート。俺たちよりずっと痩せていて、体温が高い。衣類というものは全く身につけず、赤外線暮らし鏡で見ると、 まるでネオンサインみたいにくっきりしている。昼間に肉眼で見るともっと変な連中だが戦う相手としては雲どもよりまだマシだ。ああいう雲みたいな奴らには全くゾクゾクさせられる。あいつらが30秒前にもそこへ上がっていてくれたのなら俺の原爆ロケット弾の先行のおかげで俺を見ることなんかできないはずだ。だが俺にそんな確信は持てなかったし。 奴らととっくみ合いはしたくなかった。今度の襲撃は、そういった種類のものではないのだ。それで、俺はもう一度ジャンプし、体が空中にある間に、10秒間火炎散段点セコンズ不わいアピルを一つかみばらまいて、その連中を慌てさせておき、着地するなり、また、次の跳躍に移りながら叫んだ。第二分隊、偶数番号、前へ。俺は、 そのまま距離を縮めるために前進し続け、飛び上がるたびにロケット弾をぶち込むだけの値打ちがあるものを見つけようとした。小型原爆ロケット弾は、あと3発残っており、それを持って帰るつもりは、さらさらなかった。だが、俺は、いやしくも原子兵器を使うからには、それだけの値打ちがあるものを仕留めなければいけないということを、叩き込まれていた。こんな大しろ、ぶつ物の,の形態を許されたのは、まだ認めてしかないんだ。 今のところ、俺は、この都市の浄水場を見つけようとしていた。こいつに、直撃弾を一発ぶち当てれば、都市全体が住めなくなり、直接には、誰一人殺さなくても、無理やり疎開させることになる。面倒くさいが、俺たちの今度の降下作戦そのものが、そんな調子なんだ。俺が催眠学習させられた地図によると、そこは、今俺がいるところから、約3マイル上流にあるはずなのだ。 だがさっぱり見つけられない。多分、ジャンプが低すぎるのだろう。俺は、もっと高く飛び上がってみたい。誘惑に駆られたが、ミリアッチオが、勲章をもらおうなどと思うなよと言ったことを思い出し、どこまでも教えられた通りにしていることにした。俺は、背中の Y 型発射機 Y ラツクをオートマチックにセットし、着地するたびに、小型爆弾を2個ずつ飛ばした。その間も、何でもかでも、手当たり次第に火をつけ、 浄水場かそれとも、他の値打ちのある目標を見つけ出そうとした。さて、手頃な距離のところに何かがあった。浄水場か何かわからないが、とにかく大きいものだ。そこで、俺は、近くにあった一番背の高い建物の上へ飛び乗り、狙いを定めて発射した。飛び降りたと端、ジェリーの声が聞こえた。ジョニー。レッド。両翼を丸め始めろ。俺は、 その命令を復唱し、レッドが復唱する声を聞き、レッドに、俺の位置がはっきりわかるように、ビーコンを点々滅滅、信号に切り替え、奴の点滅信号の距離と方向を確かめながら叫んでいた。第二分隊。エンジン体系に移れ、班長は報告しろ。四班と五班は、了解と答え、エースの奴は、もうやってるよ。そっちは、気合を入れて走れと抜かしやがった。 レッドのビーコンから判断すると、右翼は、俺のほぼまっすぐ前で、15マイルは、たっぷり離れたところにいるらしい。畜生。エースの言う通りだ。俺は、気合を入れて走らないと、その距離を縮めるのが間に合わないかもしれないんだ。ところが、俺は、まだ、200ポンドからの弾薬やらいろんな厄介物を身につけており、こいつらを使い切る時間も見つけなければいけないと来ているんだ。俺たちは、 V 型体型で着陸した。ジェリーが V の字の底で、レッドと俺が両枝の先端だ。これから、それを、イン上げ集結地点を真ん中にした円にしていかなければいけない。ということは、レッドと俺が、それぞれ、他のものより広い区域を走り、従って、それ相当の戦果を上げてみせなければいけないということだ。エンジンに移り始めると、少なくとも、カイル飛び前進は終わりだ。俺は、 数を数えるのをやめて、スピードだけに専念できた。もうどこにいても、安全なところはなくなってきた。たとえ貧速に動き回ってもだ。俺たちは、奇襲という大きな有利性を持って作戦を開始し、撃たれもせずに着陸した。少なくとも、効果の時には誰もやられなかったと思う。それから、この星の奴らが、俺たちを撃とうとしても。とにかく、 奴らが俺たちを見つけることができたとしての話だが、奴ら同士で殺し合う可能性が大きかったのに、俺たちの方と来ると、味方をやっつける心配は全くなく、思う存分、奴らの間を暴れ回ってきたのだ。俺は、何もゲーム理論の専門家ではないが、俺たちが、次にどこにいるかを予言するのに間に合わせられるように、現在の俺たちの行動を分析できるようなコンピュータなど、どこにもないだろうと思う。 それにもかかわらず、ここの防衛軍も、統率がよく取れているかいないかは、別として、ともかく反撃を始めた。俺の体をかすめた資金弾が、二発ほど爆発し、おかげで、防護服の中にいても、俺の歯はガタガタ鳴った。さらに、一度は、何やらわけのわからぬビームで人なでされると、髪が逆立ち、尺骨を撃たれた時のように、一瞬体が半ば麻痺してしまった。肘だけでなく全身がだ。 もし強化服を跳躍させるのが、ほんの少し遅れたら、そこから逃げ出すこともできなかっただろう。こんな目に遭うと思わず立ち止まって、なぜ軍隊になんか入ったんだろうと考えてしまうものだ。ただ、この時の俺は、忙しくて立ち止まってなんかいられなかった。闇雲に2回続けて建物を飛び越えてみると、俺は、奴らの真ん中へ着陸した。慌てて四方八方火炎放射しながら、すぐまたジャンプする。 シャニムに突っ走って、俺は、味方との間を、半分ほど、ほぼ4マイルを最短時間で縮めた。しかし、そのため、まぐれあたり以上の戦果は、上げられなかった。俺の Y 型発射機はイラつくは、2回ほど前の跳躍の時に、空になっており、中庭のようなところに着地していることに気づいた。俺は、ちょっと止まって、予備の高性能爆弾を装填しながら、レースの位置を確かめる。 原爆ロケット弾の最後の2発を使うには、左翼分隊に入り込みすぎているらしい。俺は、近くにあった建物のうちで、一番、背の高いやつのてっぺんへ跳躍した。肉眼でも、だいぶよく見えるほど、明るくなりかかっていた。俺は、赤外線暮らし鏡を額へ跳ね上げ、肉眼で、素早くあたりを見回し、背後に何かぶっ放してやるものはないかと探した。なんでもいい。 より好みをしている時間はないのだ。奴らの宇宙空港の方角に当たる地平線に何かがあった。管制塔か、それとも構成艦宇宙船か。ほとんど同じ方向の半分ほどの距離に、全然見当のつかない巨大な建造物があった。宇宙空港までの距離は大変なものだったが、俺は、原爆ロケットによくそいつを見させ、見つけろよ、坊や。というなり、ぶっ飛ばし。 次の最後の一発を叩き込むと、近い方の目標をめがけて送り出し、すぐに跳躍に移った。その建物は、俺が離れた直後に直撃弾を食らった。痩せっぽっちどもが、俺がいるのを見つけて、建物ごとぶっ飛ばそうとしたのか、それとも、味方の誰かが、花火を、全霊、無造作に使い嫌がったのかだ。どちらにしたところで、もう、こんなところから、跳躍するのはごめんだ。 たとえスレスレにでも飛ぶのは嫌だ。俺は、次の建物二つは、飛び越す代わりに、中をまかり通ることにした。そこで、俺は、地面へ着くなり、背中の重い火炎放射器をひっつかみ、赤外線暮らし鏡を両眼に下ろすなり、真正面の壁に、切断ナイフビームを全力照射した。壁の一部は崩れ落ち、俺は飛び込んでいった。そして、それよりも素早く飛び出してきた。 おのれのぶち割ったものが、何だったのか、俺にはわからない。教会での集まりか。骨皮野郎の安宿か。それとも、奴らの防衛司令部だったのかもしれない。わかっていることは、ただ一つ、俺が、一生の間に見たいと思う数以上の痩せっぽっちどもがいっぱいいる非常に大きな部屋だったということだけだ。多分教会なんかじゃあるまい。というのは、飛び出しかけた俺に、 その中から撃ってきた奴がいたからだ。弾丸は、俺の強化服に当たって跳ね返り、おかげで耳はガーンとなり、ちょっぴりよろめいたが、別に怪我はなかった。それでも、訪問したのに、お土産を置かずにさよならしてはいけないということを、思い出させてくれた。俺は、ベルトに手をやって、最初に触ったものをひっつかむと、下手投げに転がした。そいつはキーキーなり始めた。 基礎訓練でいつも教える通り、直ちに建設的なことを何でもいいからする方が何時間も経ってから最善の方法を考えつくよりはマシなのだ。全くの偶然ながら、俺は正しいことをやっていた。そいつは特別製の爆弾で効果的な使い道が見つかった時にだけ使うという指示とともに、今度の作戦にあたって各人一個ずつ支給されたものなのだ。投げる時に聞こえたキーキーという音は、 ここの原住民の言葉で、その爆弾が叫んでいる音で、翻訳すれば、ざっとこんなところだそうだ。俺は30秒爆弾だぜ。30秒爆弾だぜ。29。28。27。これは、奴らの神経を参らせるためのものだった。多分効き目はあったのだろう。確かに、俺の神経は参った。人間を撃ち殺す方がマシだ。 俺は数え終わるまで待ちはしなかった。奴らがそれまでに走り出せるだけの窓や出口はあるのだろうかと考えながら、俺は跳躍した。跳躍のてっぺんで、俺は、レッドの点滅信号の位置を知り、地面へ降りた時エースの位置を知った。俺は、また遅れかかっている。急がなくて廃刊。だが、3分後に、俺たちはスキスキま、間を詰めていた。俺の左翼半マイルに、レッドがいた。 奴は、そのことをジェリーに報告していたのだ。ジェリーがほっとした声で、正体全員に怒鳴る声が聞こえた。縁は閉じたが、ビーコンはまだ降りておらん。ゆっくり前進し、周りをぶっ潰せ。もうちょっと痛めつけてやるんだだが、命名の領土なりりにいる奴に気をつけろ。戦友を痛めつけるな。今までのところは、まず衝撃だ。それにケチをつけるな。正体。 分体ごとに転校。俺にも、いい仕事をやったと思われた。街のほとんどは燃え上がっており、あたりは、もう全く明るくなっていたが、赤外線暮らし鏡より、肉眼の方がいいかどうかは決めかねた。それほど煙がひどかったのだ。俺たちの分隊長であるジョンソンが叫んだ。第二分隊、報告しろ。俺はオウム返しに行った。四、五、六番。 番号。新型コムユニットについている安全回路は、確かに物事をスピードアップする。ジェリーは、隊員の誰にでも、あるいは、分隊長たちにだけでも話しかけられる。分隊長は、自分の部下全員に話しかけることができるが、可視官だけに話しかけることもできる。こうして、1秒を争うとき、正体は、2倍の速さで、点呼を取ることができるのだ。俺は、 四班が報告するのを聞きながら、弾薬の残りを調べ、真近くから頭を突き出した痩せっぽち、めがけて爆弾を一個転がしてやった。痩せっぽちは姿を消し、俺もそこを離れた。分隊長が言った。しっかり調べろ。四班は報告するのに、ちょっともたついていたが、班長は、やっと、ジェンキンスのことを思い出した。は、を弾くようにパキパキ報告したので、 俺の気分は良くなり始めた。だが、天子はエースの班の4番で途切れちまった。俺は怒鳴った。エース、バカデイズイはどこだ奴は怒鳴り返した。黙れ、6番。6。と、スミスが答えた。7。エースは報告した。6番、フロレス行方不明。班長は探しに行く。 俺はジョンソンに報告した。一人いません。六班のフロレス。行方不明か選手かわかりません。班長と分隊長補佐は、探しに列から離れます。ジョニー、エースに任せろ。だが、そんな声は聞こえなかったから、俺は答えなかった。奴はジェリーに報告し、ジェリーが悪態をつくのが聞こえた。言っとくが、何も、俺は、 勲章がもらいたくて突進したんじゃない。捕まえてくるのは、分隊長補佐の仕事なんだ。分隊長補佐ってのは、刺身の妻、最後に到着するもの、消耗品なんだ。分隊長連中には、他にする仕事がある。もうはっきり分かったことだろうが、分隊長補佐というものは、分隊長が生きている限り、不必要なものなんだ。まさに、この時、俺は全く消耗品のような。 もう消耗されてしまったような感じを味わっていた。というのは、この宇宙で、最も甘ったるい音が聞こえてきたからだ。で、俺の肩を叩くと、自分の分隊へ急いで戻った。気をつけ。ジェリーは叫び、俺たち全部は、パッと、不動の姿勢をとった。正体。ミリアッチオ軍曹とジョンソン軍曹がこだまするように怒鳴る。分隊。 左限分体、右限分体に分かれ、効果用意。分体。カプセル位置につけ。半。四番と五半の連中がカプセルに入って発射管の方へ移動していく。間待っていると、いよいよ、俺のカプセルが左限のトラックに現れ、俺はそれに乗り込んだ。いの木場に乗り込んだ大昔の連中も同じように震えたのだろうかそれとも、 これは俺だけなのだろうかジェリーは、みんなが見つる自由浜点されるのを調べ、俺の時は自分で重点してくれた。そうしながら、彼は、俺に鏡込んでいった。ヘマをするなよ、ジョニー。こいつは、ただの訓練みたいなもんだぞ。頭の上が締められ、俺は一人ぼっちになった。ただの訓練みたいなもんだぞ、か。だが、俺は、どうしようもないほど震え始めた。 それから、俺のイヤホンに、中央発射管に入っている、ジェリーの声が聞こえてきた。ブリッジへ。ラスチャックグレン隊、効下用意よろし。17秒前よ、少尉。艦長が、ほがらかなコントラルトの声で答えるのが聞こえ。俺は、彼女が、ジェリーのことを、少尉と呼んだことに腹を立てた。少尉殿は戦死されたんだし、そのうちジェリーが任官するかもしれないが、 まだ、俺たちは、ラスチャックグレン隊のままなんだ。彼女は付け加えた。頑張ってね、皆さん。ありがとう、艦長。用意しろ。あと5秒だ。俺は、体中ベルトでくくられていた。腹も額も両足も。だが、俺は、それまでよりもひどく、震え始めた。発射された後の方が、まだマシだ。それまでは、加速のため、 まるでミイラみたいにぐるぐる巻きにされ、ろくに呼吸もできないまま、真っ暗闇に座ったきりだ。それに、出来もしないことだが、たとえヘルメットを外すことができたとしても、己が入れられているカプセルの中には、窒素しか入っていないとわかっているんだ。また、そのカプセルは、とにもかくにも、発射管にすっぽりと入れられており、発射される前に船が被弾でもしようもんなら、お祈りなどはめく暇もあらばこそ、 身動き一つできないまま、情けない格好で即死するだけだと知りながらなんだ。例の震えがやってくるのは、この暗闇の中での、いつ終わるとも知れない大気のせいだ。みんな、俺のことを忘れちまったんじゃないかカンは、もう弾丸にやられ、壊れちまって、ぐるぐる周りをやらかしているのじゃないかそのうち、俺も、身動きできないまま窒息して、カンと同じ運命をたどるのではなかろうかそれとも、 衝突軌道クラス死ゆオービットに入って、それなりの運命となるのか、それとも、落下途中で焼き殺されるのかやがて、感が減速するショックが体に伝わり、俺の震えは止まった。8ギガか、ひょっとしたら10ギガぐらいか。女のパイロットが操縦するとなると、宇宙船というものは、全く乗り心地が悪くなる。ベルトで締め付けられたところは、どこもかしこも打撲症になるものと覚悟しておくことだ。 分かっている、分かっている、男より、女の方が、腕のいいパイロットになるってことぐらいは、俺も知っている。女の方が反射動作が速く、加速重力に耐える力も強い。惑星へ侵入するときも脱出するときも、男より敏速だから、船の連中だけでなく乗せてもらう俺たちの方だって、やられる危険は、それだけ少なくなる。しかし、だからといって、 元の体重の10倍もの重さで背骨を押し付けられるのは愉快なことではない。だが、デラドリア艦長の腕が確かなことは認めないわけにはいかない。ひとたび原則が終わると、ロジャー・ヤングは、もう、ビリットも動かなくなった。すかさず、彼女の命令する声が聞こえた。中央発射管、発射。続けざまに、2つ、ジェリーと正体軍装代理が発信するショックがあった。 間髪を入れずに、次の命令が響く。左右両弦発射管、連続発射。残りの俺たちも発射され始めた。ドスン。俺のカプセルが、一つ分だけ前へ弾き出される。ドスン。また、一つ。まるで、昔の自動小銃の薬室へ弾丸が送り込まれるような具合だ。そう、まさにその通りだ。ただ、重心に相当するのは、 兵員輸送宇宙艦に取り付けられた発射艦で弾丸に相当するのは完全武装した歩兵をやっと一人入れられる大きさのカプセルだというだけの違いだ。ドスン。俺は三番目に出るのに慣れていた。早々と出るわけだ。ところが、今度はテイルエンドチャーリー、つまり三個半全部出た後で俺の番だ。カプセルは毎秒一個ずつ発射されているのだが、それでも待つ時間は長い。 俺は、ドスンという音を数えようとした。ドスン。十二、ドスン。十三、ドスン。十四、音がちょっと変わっていたから、多分ジェンキンスの乗るはずだった空っぽのやつだろう。ドスン。そして、ガチャン。俺の番だ。俺のカプセルは、発射管の中へ叩き込まれる。ズズズズーン。 艦長の制動原則など、恋人同士のさすり、愛ぐらいに感じさせるような爆発のショック。そして突然の無。全く何にもなしの無だ。音もなく、圧力もなく、重力もない。暗黒の中を漂う、自由落下。まだ見たこともない惑星の地表をめがけて、無重力で、大気圏外を、おそらくは30マイルにもわたって落ちてゆく。だが、俺はもう、震えてはいない。 神経に応えるのは発射前の待機なのだ。ひとたび発射されてしまえば、もう苦痛はない。たとえ、何かが具合悪く言ったところで、自分が死ぬのだなということは、ほとんど気づく暇もないほど迅速に起こるだろうからだ。発射直後にカプセルが旋回し動揺するのを感じた。それから、自分の体重が、皆背中へ回ってしまったような気分で、確実に、死体死体と落下していく、カプセルが、 希薄な大気圏上層部における最大速度に近づくにつれて、重力はみるみるうちに回復し始め、やがて目的の星における重力だと教えられていた0.87ギガを取り戻した。本当に芸術家的手腕のパイロットなら、俺たちの艦長はまさにその一人だった。カプセルの発射速度を目的の惑星のその高度における時点速度とうまく早々殺せさえするように、 のの侵入や原則をやをってくれるのだ。中身を積んだカプセルは重い。そいつらは、ほとんど吹き流されることなく、上層大気の高く薄い風の中を突っ切っていく。だがその一方、正体は高下途中で分散し、発射時の完全な変態の型を少し乱すことになっている。下手くそなパイロットは、この事態をことさらに悪化させてしまう。打ち出した連中を、やたらと、あちらこちらにばらまいてしまい。 そのため、集合地点にまとまることが難しくなるばかりか、任務の遂行さえおぼつかなくなってしまうのだ。軌道歩兵というものは、誰か他の奴らの手で、うまく働き場所に運んでもらって、初めて戦闘を行うことができるのだ。ある意味では、パイロットは、俺たちと同じぐらい重要な存在なのだ。俺のカプセルが大気圏に突入した時の反動の柔らかさから、艦長は、俺たちを、 ほとんど方向のぶれなく、文句のつけようもないほど、見事に降下させてくれたことが分かった。俺は、嬉しくなった。というのは、変態が崩れずに着陸できて、時間を無駄にしなくて済むだけでなく、手際よく降下させてくれるパイロットは、引き上げの時にも、手違いなく、正確に艦を発着させてくれるものだからだ。第一外角が燃え始め、まず、その一部が、というのは、 カプセルがぐらついたからだが、剥離した。それから、残りが分離して、カプセルは、また垂直になった。第二外角の振動制御装置が働き始めたが、乗り心地はますます悪くなった。制御装置が少しずつ消失してゆき、第二外角が粉々になってゆくにつれ、乗り心地はさらに悪くなった。しかし、カプセル効果兵がどうにか生きながらいて、軍人恩給をもらう身分になれるのは、 こうして、カプセルが、外側から順番に剥離して、落下速度を緩めてくれるだけでなく、空一面に飛散した破片が、敵のレーダーを撹乱し、どれが人間の入っているカプセルなのか、爆弾なのか、それとも外殻の破片なのか、わからなくしてくれるおかげだ。宇宙の戦士、ロバート、A、ハインライン。1。さあ来い、モンキーヤロードも、人間一度は死ぬもんだ。 1918年、戦場における無名可視館の言葉。俺は、いつだって、効果の前になると、あのシーン震えがやってくる。もちろん、注射も予防催眠も受けてはいるが、そうかといって、本当に、俺が恐怖を覚えなくて済むというわけではない。缶に乗っている精神科医は、俺が眠っている間に、脳波を調べ、馬鹿げた質問をし、その後で、それは恐怖でも何でもない。ただ、 流行り立った清井系馬馬馬馬が出走の前に震えているみたいなもんだという。本当にそうなのかどうか、俺にはわからない。俺は、競馬馬になったことなどないんだから。だが、事実、俺は、その度に、心親族そこから怖くなるんだ。降下30分前、ロジャー・ヤングの降下室に集合すると、小隊長は、とっくりと俺たちを調べた。彼は臨時小隊長だった。 というのは、ラスチャック少尉が、この前の効果で戦死されたからだ。彼の本当の階級は正体軍曹、ジェラル軍曹だ。ジェリーは、プロキシマ系、イスカンダー星出身のフィントル個人で、どこか、その辺のサラリーマンみたいな、色の浅黒いコ男だが、俺は、一度、こいつのすごいところを見たことがある。奴は、背伸びをしなければ、手の届かないほど大きい乱暴者の兵隊二人をひっつかみ、 そいつらの頭をココナツみたいに鉢合わせさせ、倒れる二人から、すかさず飛びのいたもんだ。非番の時の彼は、悪くない。可視感として肌。彼に面と向かって、ジェリーと呼びかけたっていいんだ。もちろん新兵ではダメだが、少なくとも戦闘効果をやったことがあるものなら、誰でもだ。だが、今、ジェリーは勤務中だ。俺たちは、皆、自分の武装を調べ。おい。 貴様たち、自分の命に関わることなんだぞ、という調子だ。招待軍曹代理は、俺たちの天候を取った後、もう一度注意深く調べ、その後を、今度はジェリーが、その何者をも見逃さない目玉で、ジロジロトーレたちを調べ直した。彼は、俺の前にいる男のところで止まり、そいつのベルトのボタンを押して、健康状態を示すメーターを見た。でろ。でも、軍装。 ただの風なんです。軍医は、ジェリーは、それを遮り、鋭い声で言った。何が、でも軍曹だ。軍医は、自分で降下するわけじゃない。お前もだ。一度半も、熱があるくせに何を抜かす。降下直前に、お前とくだらい話をしている暇はないんだ。でろ。ジェンキンスは、がっかりして、いまいましそうに、俺たちから離れた。 俺の方も胸くそが悪かった。というのは、少尉がこの前の効果で戦死した後、みんな順繰りに上がっていったから、今日の効果となると、俺が第二分隊の分隊長補佐をやるという割れ目になっていたんだ。それなのに、今、分隊に穴が一つ開き、それを埋める方法はないときた。こいつはうまくない。誰かが窮地に落ち込み、助けを呼んでみたところで、 助けに来てくれる者は誰もいないということを意味しているんだ。ジェリーは、その他誰も、るい落とさなかった。やがて、彼は、俺たちの前に進み出ると、俺たちを眺め回し、悲しそうに首を振ってうなった。なんという、モンキー野郎どもばかりだ。貴様らが、皆、この効果であの世行きにでもなれば、初めからやり直しで、少尉殿が欲しがっておられたような、まともな兵隊が揃うかもしれん。 だが、ダメだろう。近頃入ってくるようなやつではな。彼は、突然胸を張るとわめき出した。よく覚えておくんだぞ、このモンキー野郎ども。貴様たち一人一人に、政府は、50万ドル以上もの金をかけているんだ。兵器、被覆、弾薬、装備、訓練、それに、貴様たちが腹いっぱい食い上がる分まで含めるとな。そこへ、貴様たち賞味の値打ち30セントを加えると、 こいつは相当な金額だ。ジェリーは俺たちを睨みつけた。だから、きっと返納するんだぞ。貴様らは死んじまってもいいが、貴様らが着ている、その最新流行服不安心スーツをなくすわけにはいかないんだ。俺は、こんな大白物物を着た英雄なんか、一人も欲しくない。商意殿だってそうだろう。貴様たちには、するべき仕事がある。貴様らは降下し、それをやり遂げ。 集合音がよく聞こえるように、耳の穴をかっぽじっておき、迅速に、全員がン引き上げ上げ、地点へメンツ、らを揃えるんだ。わかったか彼はまた睨みつけた。貴様たちは、この作戦を知っているはずだ。しかし、中には、催眠暗示もかからんような奴もいるだろうから、俺がもう一度説明しておく。お前らは、二千メートルの間隔をあけて、 二つの地平線を作るように降下させられる。地面に着いたらすぐ、歳義士や兵へ、荷物物を見つける間に、貴様らの位置を知らせるんだ。両隣の戦友の位置と距離もだぞ。それだけで、もう十秒は無駄になっちまうだろう。だから、両側守るが降りてくるまで、手当たり次第にぶち壊せ。ジェリーは、俺のことを言っているんだ。俺は分隊長補佐として、隣には、 誰もいない最左翼に降りるんだから、俺は震え始めた。両側守るが降りてきたら、列を正し、感覚を等しくするんだ。それまでやっていたことをやめ、それだけをやれ。12秒だ。それから、偶数番号も奇数番号も、分隊長補佐の命令により、カエる飛びで前進する。彼は俺を睨んだ。怪しいもんだが、これをちゃんとやり終えられたら、集合音によって、 両側守が連絡を取る。それで引き上げだ。質問は質問はなかった。そんなものがあった試しはない。ジェリーは続けた。もう一言、今度のは、ただの奇襲で、戦争というほどのもんじゃない。火力と恐怖をぶちまけてやるデモンストレーションだ。俺たちの使命は、敵に思い知らせることにある、奴らの都市を壊滅させることはできるが、やらないだけだとな。 大爆撃をやられたら、最後、大変なことになると悟らせるんだ。捕虜は捕まえるな。やむを得ない場合の他は殺すな。だが、俺たちの降下する地域は、全部、完全に破壊する。お前たちろくでなしの一人といえ、どうも、爆弾を使い残して戻ってきたりするな。わかったか彼は、時計をちらりと見た。ラスチャックグレンタイラフネズクスは、 頑張りの聞くことで評判だ。小江殿は、亡くなられる時、貴様らを、これからもずっと見守っている。そのことを貴様らに伝えておけと、俺に言われた、貴様たちが、正体の名を輝かせることを期待しておられるんだ。ジェリーは、第一分隊長ミリアッチオ軍曹の方を見た。十軍牧師に五分間だ。何人かが列から離れて、ミリアッチオの前へ行き、ひざまずいた。 海教と、キリスト教徒、グノーシス教徒、ユダヤ教徒、新人している宗教は何だっていい。戦闘効果の前に言葉をかけて欲しいもののために、彼は存在しているんだ。昔の軍隊では、従軍牧師が、他の連中と一緒に戦ったりしない規則になっていたということを聞いたことがあるが、そんなことが、一体どうしてできたものか、わけがわからない。つまり、自分ではやりたくないことに、 従軍牧師が祝福を与えたりできたのだろうか、という意味だ。いずれにしても、軌道歩兵では、全員が降下し全員が戦闘する。牧師もコックも初期も、全員だ。俺たちが発射官を出たが、最後、後に、もう、ラスチャックグレンタインは、残っていないのだ。もちろんジェンキンスを除いての話だが、それは奴の罪ではない。俺は行かなかった。そんなことをしようもんなら、 誰かに震えているのを悟られるだろうと、いつも心配だったんだ。それに、従軍牧師は、その場所からだって、そばにいるのと同じように俺を祝福できるはずだからだ。だが、奴は、最後の廃残兵が立ち上がると、俺のところへやってきて、他の者に聞こえぬように、自分のヘルメットを俺のに押し付けて低い声で言った。ジョニー、お前が歌詞官として行こうかするのは、これが最初だったな。ええ。 俺は、本当の価値観じゃなかった。ジェリーが本当の詞館ではなかったのと同じだ。これだけを覚えておけ、ジョニー。手柄を立てようなどと思うな。自分のすることは、わかっているな。それだけをやるんだ。勲章をもらおうなんて思うなよ。え、ありがとう、奥士さん。そんなことはやりません。奴は、静かに、何事か俺の知らない言葉で付け加え。